ふはははついにやったのだ。我が国の時計が世界シェア 50% を獲得。スイスの未来永劫の安泰は間違いないな。いやいや、ここで手を抜かないのが我が国っすよ。と言いますと？スイス時計メーカーでブルック作って世界市場を独占するんすよ。部品の輸出金額は今までの100倍。これで他国は眼中オブ眼中。発想が天才のそれだな。スイスの時計業界は生涯安泰間違いなしっすよ。それって独占禁止法違反じゃね？いや別に売らないわけじゃないしね。世界3億人中だし問題なくね。そが100倍はさすがにありえんでしょ。悔しければ自国で作ればよくないっすか。いい調子乗ってるところ悪いんすけど。ん？どうしたんすか島国日本さん。オタクも部品の値引き交渉っすか。いえ自分で時計作るんで大丈夫です。え？でも後悔しないでね。何そのセリフ。ではなんか不気味なのだ。世界の時計産業をリードする国といえばスイスが思い浮かぶ人が多いですよね。ロレックスやオメガ、パテックフィリップなどの高級時計メーカーを筆頭に、時計作りの長い歴史と圧倒的な技術力を持つスイスですが、実は過去、市場の独占を企んだ結果、日本の時計産業により大反撃を食らい、8857億円の巨額損失を受けた過去があります。一体何があったんでしょうか？ずんだもんと一緒に見ていきましょう。時は14世紀。ママ、教会から大きな音が聞こえるよ。すごいわねー。今日から時計が設置されたんだって。時計？何それ美味しいの？時間がわかる機械のことよ。ミサが始まる時間を教えてくれるの。何それ、めちゃんこ画期的じゃん。スイスの時計産業は14世紀から始まります。この時期からスイスは時計製造の中心となり、特にジュネーブが主要な拠点となりました。当時はまだ正確性に欠けていましたが、16世紀からある出来事によりスイスの時計産業は急速に発展することになります。私はジェンカルバン、宗教改革者である、宝石職人ともよ、聞け。はいはい、贅沢品は魂を堕落させる。だからこれより、宝石や豪華な装飾品は製造禁止だ。は？じゃあ俺たちはどうしたら？それは知らん。無責任すぎるやろ。せ。そういえば時計作るときにさ、精密技術がいるんだってさ、もしかしたら俺らの技術使えるくない？発想が天才のそれやな。それやるしかない。16世紀にスイスの首都ジュネーブで宗教改革が起き、贅沢品の製造が禁止された結果、宝石職人たちが時計製造に移ります。すると。こんな感じに仕上げてみました。どうすかね？宝石職人さんさ、天才かよ。美しくてしかも正確な時を刻むとか、もう最高すぎてぶんの根も出んぞ。あざす。この出来事により現代のスイス時計産業が持つ、美しい高級時計たちの基盤が整ったのです。さらに17世紀にはスイス時計製造技術は、世界で唯一無二の産業へと変貌を遂げていきました。今日から入社した新人職員です。張り切って取り組みたまえ。大手に就職したし、最新機器とか期待してたんすけど、何この地獄絵図、土着ソ手作りで草、ハイテクと思いきや超アナログじゃん。スイス時計の売りは職人の手作り、文句言うんじゃねえ。スイス時計は高度な技術を持つ職人の手作りによって作られます。当時はドイツやフランスなども時計産業を発展させていましたが、ハイレベルな職人たちの技術により、他国が真似できない圧倒的な差をつけていたのです。さらに、しかも人、多くない、生産工程を細かく分けて分業制を導入したんだ。私はムーブメントの担当者。私はケースの装飾。私は全体の調整をします。これめちゃ画期的だかんね。その心は、シングルタスクで作業効率は爆上がり、作業時間短縮でコストは低減、技術力が上がって新開発もウハウハと、いいことずくめなんだぜ。へえ、そのおかげで生産数は前と比べて2倍、価格はフランス、イギリスより 20% も安くて、輸出量も2倍にアップ。極めつけはスイス GDP の 10% 時計産業だかんな。それはすごいっすね。17世紀に入るとヨーロッパ各国で時計産業は発展しますが、その中でもスイスは職人技術をもとに手作りと分業制による効率化をベースに、他国と圧倒的な差をつけて世界の時計産業でトップに立ったのです。ちなみにその頃日本の時計技術はというと。できた。自称発明家がまた怪しいもん作ってんぞ。怪しくねえ、柱時計っつんだ。なんじゃそりゃ、爆発でもすんのか？バカにしやがる。俺が西洋で見た。時間がわかるっていう画期的なもんだぞ。日本ではまだ出回ってないから、これが成功したら一躍大金持ち。そんなこと言って成功したとこ見たことねえぞ。今に見てろ。動かねえじゃん。また失敗か。この頃はまだスイスの機械式時計と比較するとだいぶ遅れをとっていました。と、前提知識となる時計の歴史の振り返りはここまで。ここからズンダモンのお話が始まります。時は19世紀。僕はズンダモン。
今日からなんと大手ロレックスに就職をする、時をかけるずんだの妖精なのだ。君が噂の緑の新人かい？はい、将来大物になる予定なのでよろしくお願いしますのだ。元気がいいね。我が社はスイスト計算業の発展をリードすべく新技術の開発に尽力中。君の妖精らしい斬新なアイディアに期待してるよ。岡の下。ずんだもんが入社したロレックスは1905年創業の高級ブランドメーカーです。今や世界で最も有名な高級腕時計で投資対象にもなるロレックスは、スイスト計算業を大きく飛躍させるある発明をするのですが、これが後に悲劇を生むことになるとはこの時はまだ知る由もありませんでした。スイスの時計市場、めっちゃいい感じだね。高精度で美しいデザインの時計だって、今日も各国新聞は賑わってるよ。やはり我が国の職人技術は世界一っすね。時にずんちゃん、ここらで一挙ブースター的に、スイスの時計業界を加速させたい。何回やんない？枝豆が立った。何回やんでた？賢い僕は考えました。防水時計とかどうすかね？ベッド系を防水に？時代はまさに腕時計人気急上昇時代。さらにアウトドア、海水浴、プールなど、親が成金なりやじゅう多数。ここに高級かつ防水な時計を売り込めば、可愛いあの子にどやりたい日もて金持ちや、パパ活目的のカッコつけおじに爆売れ間違いなし。マーケティング対象に若干現代の歪みを感じるが、君、仕事できる口だね。早速制作にかかってくれ。イエッサー。こうしてロレックスは1926年、世界初の防水機能付き腕時計オイスターを発明します。第一次世界大戦後、多くの若者が実用的かつファッションとして、腕時計を取り入れ始めた時代背景もあり人気は爆発。1930年にはなんと時計市場のシェア 10% を獲得することに。おい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 、オイスター爆売れじゃねえか。さすがズンちゃんやな。ふふふ、ボス、まだまだこっからっすよ。え？アメリカさんちょっと。はいはい。最近時計の生産地から入れてるよね。まあスイスさんの腕時計が人気なんで自分たちでも作ろうかなって感じすね。じゃあさ、ワクニの部品使う？え、いいんすか？もちろんなのだ。君はも高品質な部品を使えた方がいいでしょう。それは間違いないっすね。よし、じゃあ決まり。なるほど、時計ブームを自分で作り出してさらにブームに乗っかるやつからも稼いじゃおうってことか。君はもしや天才？今さら気づいたんすか？じゃ、早速じゃんじゃんやってこう。OK 牧場。ロレックスの躍進により時計産業として世界的な地位を確立したスイスは、他国の時計製造サポートにも乗り出し、高品質な部品の輸出を積極的に行います。こうしてスイスはヨーロッパ諸国やアメリカをスイス部品に依存させ、さらにその地位を盤石なものにするのですが、ここでついにある国が時計産業に本格参入を始めます。調子はどう？社長、お疲れっす。今日スイスから新しい部品届きました。やっぱいつ見てもすげーっすね。スイスさんの部品の精密さはお墨付き。世界各国がこぞって輸入してるからな。歯車一つとっても素晴らしい精度。これぞ職人技って感じっすね。1900年代、セイコーをはじめとする日本の時計メーカーは、スイスや各国から商品、または部品を仕入れ販売や製造を行うことが主でした。特にスイス産の歯車やムーブメントなどの精密部品は、自国での製作が難しく 100% スイスから輸入していました。まあでもそろそろ俺らもブランド欲しいよな。え？だってスイス時計って高いだろ？日本人だと手が出しにくいよな。うん、確かに。そこで賢い社長は考えた。今アメリカが時計の大量生産を始めてる。そのアメリカの製造技術を使いつつ、スイス部品を組み込んで、さらに日本人特有の繊細な職人技乗っけると、高品質で低価格な時計が作れそうっすね。そういうこと、世界に通用する時計作っちゃおうぜ。丘の下。この作戦は見事に当たりました。1900年から1930年にかけてセイコーが作った高品質低価格な時計は、徐々に国際市場に注目されるようになります。さらにアメリカ式の大量生産方式が各国に伝わったことで、スイスの独壇場だった時計産業に変化が見え始めました。その結果、やばい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 。どうしたんすか、社長？スイスの時計メーカーの売り上げが軒並み爆落ちしてんだが。いやいや、こないだ確固たる地位を築いたばかりなのだ。社長、大げさなんだからもう。売り上げ前年の2分の1なんだが。はぁ？どっかの島国が安くて正確な時計作ったせいで、針が動いて安いが正義になっちゃってんだが。ちっちゃポンめ、余計なこと。俺高級車買っちゃったよ。ローン返せなくなっちゃうよ。どうするずんちゃん。ずんだの妖精らしい、素晴らしいアイディアが浮かんできたのだ。なになに？どうすればいい？まずは国外向けの部品の値段をバチクソ値上げしましょう。そんでもってスイスの時計メーカー全体でチームを組んで、高級路線の他に安価な時計も作成します。ほう。そしたらほら、時計メーカーも部品メーカーも国もハウハ、つよつよ経済動線の出来上がり。社長の車のローンもバッチリっすよ。発想が天才のそれだな。早速記者会見開くのだ。どうも、
ズンダモンです。スイスの時計産業を代表してお伝えたいことがありますのだ。枝豆が何の用でしょう。これまでスイスの時計部品をご愛用いただいた各国の方々、はいはい、これより時計部品価格を100倍に値上げします。え？後輸出量も制限するよ。スイス国内の時計メーカーに優先して供給するってことですか。マー解釈は任せるのだ。アトワークにも大量生産型の低価格時計も作ることにしたよ。お前人の心とかないんか。妖精なんで。それ独占禁止法引っかかりますよね。別に独占してないじゃん、値上げしてるだけじゃん。てか文句言うなら自分たちで作ればいいのだ。よしこいてんじゃねえ、この緑豆が。ははは、これでスイスの時計産業は生涯安泰なのだ。心の声漏れちゃってますよ。とにかくスイスさんの考えはよくわかりました。1930年にスイスは自国の時計産業を保護するためにカルテル政策を行います。その内容は海外への部品輸出量を制限し国内メーカーに優先して供給することや、スイス部品の価格を操作し外国メーカーが購入する場合には高額な費用になるよう調整し価格競争で優位に立とうとしたのです。なかなか非道なやり方ですよね。その結果、ズンちゃんついにやったよ。独占禁止法の適用が黙認されてスイス時計産業の世界シェア 50% 達成だ。やったー、時代の波は僕たちの味方をしたのだ。こっちの作戦勝ちだね。我が国は時計業界を引っ張るリーディングカントリーなのだ。この調子でこれからもガンガンスイス時計を売りまくるっすよ。本来は独占禁止法にあたるスイスのカルテル政策は政府の支援もあり国際的に黙認されます。その結果スイス時計産業の世界シェアは 50% まで上昇し、ズンダモンたちロレックスもこのまま安泰でめでたしめでたし。そう思ったのもつかの間。ここからが地獄の始まりでした。社長、スイス部品ですがやはり高額すぎてとても買えません。そうか。どうしましょうか。この状況だと時計を作り続けるのは厳しいっすよね。自分たちで作ろう。え？でもスイスの高精度な部品は職人技術がないと再現できないですよ。いやスイスの模倣はダメだ。それだと二番煎じになってスイスの時計メーカーには勝てないだろう。ではどうすれば。カルテル政策により部品入手に苦戦していた成功はスイス部品に依存しない独自開発の時計を作ることを決意します。そこで挑戦した技術が総クォーツ式時計でした。クォーツ式時計を作ろう。クォーツ式？あ、今アメリカで注目されている新しい技術だ。どうもキュリー夫人の夫です。私は水晶に電圧をかけると正確に振動する性質を見つけた。そして私はアメリカの研究者マリソンです。この水晶の特性使うと正確な時を刻む時計ができそうだよな。でもこの振動を正確に計測して時間表示にせなあかん。しかも腕時計にするには電子部品のサイズが難点。困った困った。水晶に電圧をかけると正確な振動をする特性は1880年頃から知られていました。この原理をもとにクォーツ式時計の基本原理をアメリカ研究者のマリソンが考案したのですが、振動を時間変換する技術や電子部品の小型化という技術的な課題があり、実用化には至っていなかったのです。なるほど、この技術を使えばスイス部品に依存しなくていいんですね。ああ、難易度は高いが挑戦する価値はあるだろう。ははは、無駄な抵抗なのだ。お前はスイスの緑豆、どうしてここに？僕のふるさとは日本だからな。クォーツ式？だっけ？もし完成しても僕らの機械式にはどうせ勝てないのだ。そんなことはない。え？機械式の弱点は温度変化や摩擦の影響に弱いことだ。そのためわずかに誤差が生じる。マート系だしそのくらいは許容範囲でしょ。技術者としてはユーザーの利便性を第一に考えるべきだ。だからより正確な時を刻むクォーツ式を作るんだよ。ぐのの。成功がクォーツ式時計の独自開発に踏み切ったのは、機械式の弱点を克服した新技術の時計を作ることが消費者の生活向上につながると考えたからでした。さらに、あと機械式時計にはもう一つ大きな問題点がある。問題点だと？ああ、部品点数が多すぎるんだよ。そのせいでメンテナンス頻度が増えるだろ。そりゃ摩擦や汚れで劣化するから定期的にオーバーホールは必要なのだ。そこがユーザーの負担になってるんだよ。だがクォーツ式ならバッテリー交換以外のメンテナンスは不要になる。しかも機械式のように複雑なオーバーホールはいらないんだ。高精度かつメンテナンスの少なさがユーザーに求められている現代の時計。これが成功の出した結論だ。ふん、まあせいぜいあがいてみればいいのだ。じゃあな。何しに来たんだあいつ。機械式時計の精度に限界を感じていた成功は、カルテル政策をきっかけに独自開発に力を入れ始めます。ズンダモンが行った部品の独占は、まさに眠れる獅子を起こしてしまったのです。さらに成功の開発を後押しするこんな出来事も起こります。成功くん、ちょっと。はいはい。今度の東京オリンピックの公式タイムキーパーなんだけど、
君に任せたい。マジっすか。今クォーツ技術で超高精度な時間計測できるように頑張ってんでしょ。ですね。今回のオリンピックさ、戦後復興の象徴的なイベントだから、君らの計測技術で支えてほしい。そんなん言われたらガチるしかないっすね。任せてください。さらにクォーツ式時計の開発に拍車をかけたのが、セイコーが東京オリンピックの公式タイムキーパーになったことでした。結果、セイコーはクォーツ技術の開発にリソースを集中させ、東京オリンピックで1300個以上の計測装置を提供、大会の成功に大きく貢献したのです。そしてついにスイスの時計産業に壊滅的なダメージを与える、革命的な腕時計が完成します。どうも、成功です。この度我が社は、世界初のクォーツ電池式腕時計の開発に成功しました。その名も成功アストロン。なんか名前めっちゃかっこいいですね。どういう意味があるのですか？アストロンはギリシャ語で星や宇宙を意味します。時計技術の新しい時代の幕開けを感じさせる名前にしました。大層なネーミングだけど名前負けするんじゃない？従来の機械式時計と比較して精度は100倍です。具体的にどれくらいの精度なのだ？基準時間から月差で5秒ですね。ちょ、化け物すぎません。クォーツ式腕時計セイコーアストロンは、従来の機械式の100倍の精度を誇り腕時計業界に革命を起こします。その誤差は月単位で5秒、年間わずか60秒という、当時としては異例の精度でした。さらに、でもきっとそんな精密機械ならさ、生産コストも高いし大量生産はできないんじゃないの？スイスの時計と一緒にしないでね。クォーツ時計の内部構造は超シンプルです。水晶とバッテリー、電子回路などのわずかな部品しかいりません。高度な職人技術も不要だから自動化も大量生産もできる。つまり機械式より高精度な時計を安く提供できますよ。もうクォーツ式欲しくなっちゃってます。さらにクォーツ式腕時計はシンプルな構造で部品点数が少ないため、自動化と大量生産も可能で、かつメンテナンスコストも低く抑えられるという機械式と比較してユーザー視点でも大きなメリットがありました。さらにさらに、でもどうせお前らも技術を独占するんだろう。最終的には価格をつり上げて爆益狙い出すに決まってるのだ。作り方、教えますよ。え？クォーツ技術の特許は公開します。ライセンス料は？いりません。どこかのスイスに爪の赤を煎じて飲ませたいですね。そんなことして何が狙いなのだ？我々が望むのは高精度なクォーツ時計が広がり、ユーザーの利便性が向上すること、そして競争意識を生むことでこの技術がさらなる発展を遂げることです。これが最終的に消費者のためになりますからね。成人かよ。技術者として当たり前のことですよ。なのでスイスさんもどうぞこの技術を活用してください。後悔しても知らないからな。さらに成功が世界を驚かせたのはクォーツ技術の特許を公開し、他メーカーも自由にクォーツ式腕時計の開発を可能にしたことです。その結果、機械式時計に代わるもう一つの選択肢としてクォーツ式腕時計が広く普及することに、カルテル政策で苦渋を飲まされたにもかかわらず、ユーザーのことを第一に考えた行動を取った成功に脱帽ですね。ねえ、成功の時計マジで最高じゃね？全然時間ずれないし、スイスの時計と比べてクソ安いんだが。しかもメンテナンスもほぼいらないらしいな。これもう日本製一択じゃね？成功アストロン発表後、日本の腕時計メーカーは、低価格で高精度なクォーツ時計を大量生産し市場を席巻します。そしてズンダモンたちスイス時計メーカーはというと。やばいですやばいです。クォーツ式腕時計が普及したせいで、機械式腕時計が全然売れなくなったのだ。お前が部品価格値上げとかするからこうなったんだろ？僕っすか？責任取って対策考えてね。あわわわわわ、どうすればいいのだ？ってなるとでも思った？え？だってバカな日本が作り方公開してんでしょ？それパクって僕らもクォーツ式作りましょう。対策というほどの話じゃないのだ。そんな簡単にうまくいくかな？時計といえばスイスっていうのは万国共通。大丈夫、うちが作れば何でも売れる。僕を信じるっすよ。クォーツ式腕時計により機械式に頼っていたスイスは、推定で8857億円の経済損失を出したと言われています。しかしズンダモンたちスイスも負けじとクォーツ式の開発に乗り出すのですが、事態はそう単純ではありませんでした。日本が作った電池式時計の製造方法を入手した。これで新しい時計作ってくれメンス。は？お前、国の誇りを忘れちまったんか？スイス時計は伝統的な機械式時計に決まってんだろ。この芸術性手作業の温かみ、俺らに国を裏切れと？いやいや、時代の波は電池式っすよ。お前みたいなのを職人のクズっつうんだ。帰れ緑の獄潰し目が。ひどい。スイスの時計メーカーは、長い間築き上げてきた伝統的な機械式時計に、強い誇りを持っていました。そのため現場からは新しいクォーツ技術に抵抗感を覚えるものが多く、また新しい設備など初期投資の導入の遅れもあり、製作開始は困難を極めました。さらに、新作できました。日本と同じ電池式です。お、いいね。ちょうど欲しかったんだ。いくら？毎度あり、10万円です。は？
一桁間違えてない。日本製、一万もしなかったけど。だって採算取れないんだもん。性能がめっちゃいいとか？日本と一緒です。ぼったくりじゃねえか。絶対買わねえよ。つんちゃん。社長。絶対大丈夫って言ったよね。え？そのま、それは。無理ね。え？今日までお疲れさん。スイスの時計メーカーは後追いでクォーツ式腕時計を作り始めるも、日本やアメリカの大量生産技術には追いつけず、価格競争に負けて多くの時計メーカーが倒産や合併を余儀なくされました。その結果、スイス時計産業はクォーツショックと呼ばれる、壊滅的なダメージを受けその経済損失は推定8857億円。この一連の出来事についてメディアが紹介すると、ネット上ではこんな反応が見られました。日本を怒らせちゃダメ。職人の分野が本気で参入すると、どの国にも劣らない能力を発揮するのが、日本という国ですよ。高級時計といっても値段の大半、ブランド用だから自己満足だ結晶。スイス製の時計を持っている友人が、その時刻を合わせるとき、日本製の GSHOCK でやってて爆笑した。独り占めなんかしようとするから、日本怒っちゃったじゃん。結局プライドの塊でくさ。スイスの有名時計メーカーが躍起になって、日本の技術者の引き抜きしてるらしいが、アホ、日本に何のメリットあんのよ。クォーツショックの後多くのスイス高級メーカーは、伝統的な機械式時計の価値を再評価して高級市場に特化する戦略を取り、現代でもその価値は市場に高く評価されているのは事実です。しかしその背景には他国を舐めていたで覆ったという、歴史的な背景がありました。今回動画を作るにあたって日本のものづくりに対する信念や、ないなら作ればいいという技術大国ならではの発想が、とてもかっこよくそして誇りに感じました。あなたはどう感じましたか？ぜひコメント欄で聞かせてください。東京ドーム関係者の諸君、どうだね。我が国のドーム球場ポチョクスカイドームは東京ドームの 1.7 倍の広さに最新の設備でおもてなししてやるのだ。はあ、なんだ、この球場の素晴らしさに声も出ないのか。まあそれも仕方ないのだ。今日はここを本拠地とするネクセンヒーローズの試合だから存分に楽しむといいぞ。あれ、なんか頭がしっとりするんですけど。雨漏りだ、ドームが雨漏りしてる。ゲゲ、なんでこんなことに。観客もずぶ濡れでパニックになってるぞ。は、早く退避しないと。ダメだ、退避しようにも通路が塞がれて何もできないのだ。ズンダモンさん、私が今日ここに視察に来たのは、このドームが21世紀最悪のドーム球場と聞いたからですよ。なんてこと言うのだ。どんなもんか見に来たら想像以上に最悪でしたわ。ティエン。2015年10月15日、韓国のソウル特別シクロー区に、韓国初となる多目的ドーム球場、コチョクスカイドームが誕生しました。東京ドームの 1.7 倍の広さを持ち、さらに最新のハイテク人工芝やメジャーリーグ仕様の土を採用するなど、東京ドームに対抗し韓国の威信をかけて建設されたコチョクスカイドームでしたが、次第に数々の欠陥が露呈し、いつしか21世紀最悪のドームという不名誉な称号で呼ばれるようになってしまいます。なぜ韓国初のドーム球場建設は失敗に終わってしまったのでしょうか。今回はそんなお話。時は2007年。僕は韓国野球委員のズンダモン。今日はソウル市のお偉いさんたちと会議なのだ。今年、アマチュア野球の聖地として知られるトンデムン野球場が再開発の波を受けて閉鎖することになった。引いては新たな野球場を建設する必要がある。はいはい。ではズンダモン、クロック教員のあたりに開放型のアマチュア用野球場を建てるというのはどうすか。確かあそこには体育館建設用に土地を確保していたのだ。おお、それで行くか。予算はどうする。ざっと400億ウォンぐらいあればいいのだ。ま、そんなもんか。じゃあ2009年から着工できるように動いてくれ。ズンダモン、お前が責任者だ。任せたぞ。わかりましたのだ、僕にお任せあれ。ソウル特別市にはもともと1959年に開場し、朝鮮半島初の野球試合が行われたという歴史のあるトンデムン野球場がありました。しかし2006年にこの野球場を含むトンデムン運動場が全面的に撤去され再開発されることが決定。その結果、翌2007年にトンデムン野球場の代わりとなる開放型アマチュア用野球場が旧ロープ教員のに建設されることが決定したのです。この建設工事は2009年に着工したのですが、いざ工事が開始すると重大な問題が発覚しました。積んだもん大変だ。どうしたんすか。前日、近隣住民からのクレームの嵐だ。え、今日も来てるぞ。私ここのマンションの住民なんですけどね。はあ、こんなとこに開放型の野球場なんて作られたら、試合の時の騒音的が狂いそうになるわ。そうじゃそうじゃ。それにわしら年寄りは夜寝るのが早いんじゃ。ぐっすり眠りたいんだから、ナイターの照明なんかつけるな。わかったわかった。近隣住民の皆さんのご意見はよくわかったのだ。ち
ゃんと対策するから安心してくれ。うん、わかればいいのよ、わかれば。しっかり頼むぞい。青は言ったもののどうしよう。うむ、困ったな。いいこと思いついたぞ。騒音とナイター照明対策として、野球場の半分だけ屋根をつければいいんじゃないか。ハーフドームってやつか。確かにナイスアイデアだけど、今さら設計変更できるんすか。余裕っしょ。っていうか変更しろ、これは命令だ。2009年、クローク教員の2階方型野球場の建設を開始すると、近隣住民からクレームの嵐となりました。この対応に迫られたソウル市は開放型野球場から、球場の半分に屋根のあるハーフドーム球場に、急遽設計を変更することにしました。開放型球場とハーフドーム球場は根本的な設計思想が異なるので、この設計変更はありえないのですが無理やり強行しました。それだけでなくソウル市はその後も球場に、さらなる魔改造を加えていくのです。おぉ。テンション上がってますけどどうしたんすか。どうしたもこうしたもない。お前はこの前の WBC を見なかったのか。ああ見た見た。韓国が準優勝したんすよね。それでテンションが上がってたのか。彼らの活躍のおかげでは国の野球熱がかつてないぐらい高まっている。このチャンスを生かさない手はない。え、チャンスを生かすって。今我が国の国民は野球を求めている。全天候型のドーム球場で野球を楽しみたいはずだ。お前もそう思うだろ。積んだもん。そりゃまあそうっすね。でも今僕たちが作ってるのはハーフドーム球場。設計変更だな。ハーフドーム球場から全面屋根のついたドーム球場に作り直すぞ。そしたら韓国初のドーム球場誕生で収益もウハウハ。ソウル市に莫大な収益をもたらすこと間違いなし。ちょっと待つのだ。おん、なんだ名案だろうが。確かにドーム球場があると国民は喜ぶだろうけど、ハーフドーム球場からドーム球場に建設途中で設計変更なんて聞いたことないっすよ。そんなこと本当に可能なのか。可能かどうかは聞いていない。変更と言ったら変更だ。2009年の WBC で韓国が準優勝したことで、国民の野球熱が高まったのを機にソウル市は再度設計を見直し、なんとハーフドーム球場からドーム球場に、これまた急遽作り直すことにしたのです。どうもずんだです。ソウル市は韓国初のドーム球場を建設します。もともとは開放型球場だったはずですが、なぜドーム球場に？WBC で準優勝して韓国の野球熱が高まっている今、真に求められているのはドーム球場だと思ったからです。本当は日本に負けて悔しいだけじゃないんですか。一理あるな。我が国にも東京ドームのようなドーム球場があれば、天気に左右されず試合ができる。そしたらその分強くなるはずなのだ。だからこそ東京ドームを超えるスーパードームを作ることにしたのだ。図星だった。ドーム球場ができると我々市民にとってどんなメリットがあるんでしょうか。雨が降ろうと槍が降ろうと野球を楽しめるようになります。野球バカすぎて草。まああなたの主張はよくわかりました。期待しないで待っておきます。ソウル市は2009年4月にハーフドームを完全なドーム型に変更するという前代未聞の発表をしました。ビジネスを途中で路線変更することは珍しいことではありませんが、建設途中の建築物の設計を途中で変更するのはありえないこと。なぜこんなことがまかり通ってしまったのかというと、ソウル市が専門家の意見を聞かずに事業を進めたせいです。とはいえ彼らにはドーム球場を作るノウハウがなかったため、東京ドームを参考にすべく日本に視察に行くことにしました。ドーム球場を作ると大見得を切ったものの、我が国にそんなノウハウはないから視察のために日本にやってきたのだ。これが東京ドームか。積んだもんさんですね。お待ちしておりました。ではこれから東京ドームをご案内します。この屋根はどんな構造になってるんすか。屋根は空気膜構造と呼ばれるもので、加圧送風ファンと呼ばれるもので、ドーム内に空気を送り込み、外気の気圧に比べて 0.3% 高くして屋根を膨らませているんですよ。ほほ、なるほど。それでこの屋根ができていたのか。東京ドームの屋根はドームの中と外の気圧差で膨らませています。ドーム内の気圧を外より高くすることで屋根を押し上げているのです。これにより柱がない広々とした内部空間を実現し、観客の視界の確保に成功しているのです。屋根自体はテント会社の協力を得て開発した4フッ化1連樹脂コーティングガラス繊維色布という特別な素材が使われています。この素材、外膜の厚さは 0.8mm で、内膜の厚さは 0.35mm しかないんですけど、コンクリート並みの強度を誇るんですよ。へえ、そいつはすごいっすね。東京ドームのために開発された屋根素材の強度は今もなお衰えておらず、開場以来25年が経っても張り替えする必要がないと言います。恐るべき耐用年数の長さです。また、観客席はどの位置からでも、フィールドがよく見えるよう設計されています。特に中央部や内野席の視認性が高いですね。空調も整っていて室温が常に一定を保たれているので、年間を通じて快適な観戦が可能ですよ。なるほどな、それが人気の秘密か。今度ソウル市でも東京ドームに負けないレベルのドーム球場を石の石をかけて作るのだ。
完成した暁には招待してやるから楽しみにしててくれよな。わはは。東京ドームの構造を学んだ韓国は古直スカイドームの建設に着手し始めました。そしてついに、本日はドームからの中継です。皆さんご覧ください。こちらが韓国人待望の古直ドーム球場です。見た感じはすごくいいですね。ではドーム設計に関わったズンダモンさんに詳しいとこ聞いていきます。どうもズンダです。まずはじめに、着工から完成まで6年ってかかりすぎじゃね？あと建設費用が予算の7倍ってどうなんすか？これって税金ですよね？上司がいきなりドームに変更するから仕方なかったのだ。それは国民には関係ないですよね？トゥンマテン。度重なる設計変更が原因で古直スカイドームの建設は難航し、2009年の着工から開場まで実に6年もの歳月がかかりました。その結果、当初の建設予算は400億ウォンに対して、その7倍に達する2713億ウォンの資金がつぎ込まれていたのです。まあいいや。で、このドームどんな感じなんすか？よくぞ聞いてくれました。完成は遅れましたが機能性は抜群ですのだ。はあ、まずは屋根素材に透明遮音膜を使って自然光を採光できるようにしたんだ。ドーム球場なのに自然光が採光できるんすね。グラウンドには最新のハイテク人工芝とメジャーリーグ仕様の土を採用したのだ。世界基準ってことすね。あとプールやジム、サッカー場、バスケコートも併設したから、野球の試合がない時でも気軽に利用してほしいのだ。狙い通り利用されるといいっすね。現場からは以上です。クソほど費用がかかった古直スカイドームですが、内野にはメジャーを意識して米国産の土を入れ、厚さ 1mm の繊維を使用したバックネットのおかげで試合も見やすい。屋根には透明遮音膜を設置し、騒音対策にも努力をしていると好評でした。これに対し街の人々は、ついには我が国にもドーム球場ができるのか。これで厳しい冬でも思う存分試合観戦できるぞ。ジムやプールもついてるなら毎日だって通っちゃう。早く推しのアーティストがドームライブやらないかしら。会場するのが待ちきれないね。遠いに期待に沸きました。そう、この時までは。そして2015年10月15日、会場を祝して大々的なオープニングセレモニーが執り行われました。エオフン、本日は古直スカイドームのオープニングセレモニーにお越しくださりありがとうなのだ。着工から苦節6年、ようやく会場までこぎつけたわけだが、ここからこのドームでは野球試合はもちろん、アーティストのライブや各種イベントも開催していくから、みんな楽しんでってくれよな。当面の目標は、WBC の試合をここで行うこと。試合を開催したらみんな絶対見に来てくれよな。ではここから人気アーティスト、エクソのライブスタートなのだ。古直スカイドームのオープニングセレモニーでは、エクソを筆頭に韓国の人気アーティストによるライブが開催されたり、開業記念として野球のエキシビションマッチが行われたりと、大成功を収めました。そしてついに、ズンダモン、ついにやったぞ。古直スカイドームが晴れて、ネクセンヒーローズのホームスタジアムに選ばれた。これでシーズン中は超満員間違いなしだ。よっしゃー。さらにエクソ、BTS の単独ライブが、古直スカイドームで開催されることが決定した。これも超満員間違いなしっすね。さらに、まだなんかあるのか？2017年の WBC の第1ラウンド会場になることが決定した。おお、いきなり公約を達成しちゃったのだ。これでこのドームがソウル市に莫大な富をもたらすことが確定したな。よくやったズンダモン。僕にかかればお手の物っすよ。古直スカイドームは開場すると各種イベントで大活躍しました。プロ野球の試合はもちろんのこと、WBC などの国際大会も開催され、さらにトップアーティストのコンサートや、大規模な音楽授賞式も開催されるなど、古直スカイドームは韓国エンタメの中心地として、重要な役割を果たすようになったのです。これにてめでたしめでたし。と思ったのもつかの間。大勢の人々がドームを利用するにつれ、このドームが抱える構造上の欠陥が目につくようになります。なあ、このドームで何回か試合して、思ったこと言っていい？ああ、いいぞ。多分俺も同じこと思ってるから。このドームめっちゃ使いにくくないか？わかる。まずブルペンが地下にあること自体謎だし、ブルペンに入るとモニターがないから、試合の状況が全くわかんないんだよな。しかもさ、省エネかなんか知らんけど照明が暗いから、フライが見えにくいのなんのって、天井が白いのも災いしてるよな。俺もこの前フライを取り逃したわ。ここをホームスタジアムにしたのは失敗だったよ絶対。古直スカイドームは野球場として建設されたにもかかわらず、ブルペンにモニターがなく試合の状況を把握しにくい。マウンドまでの距離が異常に長い。球場内の照明が暗い上に天井が白くフライが取りにくい。など野球場として致命的な欠陥を負っていました。それもこれも建設中に行われた8度に及ぶ設計変更が原因です。またドームへの不満は野球関係者のみならず、ドームに足を運ぶ観客からも噴出するようになります。ふんふん、上機嫌じゃん、どったの？明日古直スカイドームで、ネクセンヒーローズの試合があるの。へえ、それは楽しみだね。
どうやって行くの？車で行こうと思ってるんだけど。絶対やめとけ。え、なんで？あそこの駐車場、なぜか492台しか収容できないのよ。え、2万人収容できるドームなのに？うん、私この前車で行って悲惨な目にあったの。ドームに行くまでは渋滞に巻き込まれ、ドームに着いたら駐車場は満車で、そこから駐車場探しの旅よ。もうね、ドームに着く前に疲労困憊。それは大変だったね。じゃあ私は電車で行くことにするわ。絶対そうしな。球場周辺は慢性的な渋滞地域であることに加え、球場の地下駐車場は492台しか収容できませんでした。なぜならもともとドーム球場の建設に向かない、狭すぎる場所に無理やりドームを建設していたからです。友人の忠告通り電車で来て正解だったみたい。車で来た人は渋滞に巻き込まれて大変そうだわ。さてと、私の座席に行くために、エレベーターと。え、何この長蛇の列？これ全部エレベーター待ちなの？そうだよ。なんでこんなにみんな並んでるの？理由は簡単。エレベーターが1機しかないからさ。はい、この規模のドームなのに、エレベーターが1機しかないですと。並ぶのが嫌なら階段で行くしかないね。古直スカイドームは内野席と外野席が完全に分離していて、簡単に行き来ができない不便な作りになっていて、それをつなぐエレベーターが1機しかないという、アンチバリアフリーな構造になっていました。ふう。疲れた。ここが私の座席のようね。って何この座席、まるで飛行機のエコノミー席並みに窮屈な上に、間に通路がないから一度座ったら、気軽にトイレにも立てないじゃない。こんな環境で集中して試合観戦なんてできないわ。古直スカイドームの座席は最大で31席が一列に繋がっていて、真ん中の座席に座ろうものならトイレに行く際は、隣に座る15人に了解を取る必要がありました。そのためネットでは、おむつ座席、と揶揄されたのです。そんな中、積んだもんはというと、東京ドーム関係者の諸君、どうだね。我が国のドーム球場は東京ドームに引けを取らないどころか東京ドームを超える仕上がりだろう。は？今日はネクセンヒーローズの試合、視察を忘れてまずは試合を存分に楽しむのだ。あざます。あれ、なんか頭がしっとりするんですけど。雨漏りだ。ドームが雨漏りしてる。ゲゲ、なんでこんなことに。は、早く退避しないと。ダメだ、退避したくても身動きが取れないのだ。仕方ない、傘を差して観戦しよう。まさかドーム内で傘を差すことになるとは。何のためのドームなんだ。これはまあ、あれだ、いわゆる 4DX ってやつだ。雨もアトラクションの一つだと思って楽しんでくれ。楽しめるか。2017年8月21日の野球中継では古直スカイドームの天井から雨漏りする様子が中継カメラに収められ騒ぎになりました。当日ソウル近郊一帯は一時大雨の予報が出され、ソウルの他球場での試合は中止されたのですが、ここでは予定通り試合が行われていたのです。そのため全天候型のドーム球場の天井から雨粒が落ちるという前代未聞の映像が捉えられたのです。そもそもあなた、この球場のこと、なんて呼ばれてるか知ってる？なんて呼ばれてるのだ？21世紀最悪のドーム球場、ですよ。ゲゲ、ひどい言われよ。そもそもね、建設地の選定から間違ってたんだよ。むむ。ここってもともと体育館の建設用地として、検討されていた場所でしょ？ドームだって体育施設だろ。体育館とドームじゃ規模が全然違うっての。そもそも敷地面積が狭すぎたんだよ。うちの東京ドームは11万平方メートルを確保したけど、ここはその半分の5万7000平方メートルしかない。そんな中にドームを無理やり建てようとするから、こんなに窮屈な観客席しか設置できないんだ。うぐぐ。しかも収容人数2万人って自慢してたけど、東京ドームは5万人収容可能だ。なんで27年前にできた東京ドームと比べてあらゆる点でこっちの方がはるかに見劣りするん。あと建設中に設計変更8回はマジで意味不明。逆にドームが完成したのが奇跡だわ。これぞ韓国の奇跡なのだ。褒めてないっての。他にもまだまだ言いたいことはあるぞ。電光掲示板が小さすぎて観客席からだと双眼鏡を使わないと文字が読めないってどういうこと。日本人は目が悪いだけなのだ、韓国人は平気平気。とにかくはっきり言って我々がこのドームから学ぶことは何もないね。おむつ座席に雨漏り、見えない電光掲示板など、野球関係者のみならず観客にとっても利用しにくい球場であることが次第に明るみになり、古直スカイドームはいつしかメディアから21世紀最悪のドーム球場と揶揄されるようになります。そしてメディアから批判を受けたソウル市は急遽対応を迫られることになるのです。どうもずんだです。この度ソウル市は古直スカイドームの改善に取り組むことにしました。具体的に何をするんですか？雨漏りを直します。あと一部の座席を撤去してトイレに行きやすくします。当たり前のことで、草血ななぜにあんな座席に。試合中はあんまりトイレ行かないかなって。見込み甘すぎて草。電光掲示板ももっと大きなものに取り替えた方がいいんじゃないですか？あれじゃ観客誰も読めませんよ。僕の視力が良すぎて気づきませんでした。行政基準で作られちゃ迷惑ですね。
トゥトゥンマ展。完成当初は歓迎ムードだった朝鮮日報などの韓国メディアも、古直スカイドームの出来がひどいとわかると一斉に批判を始めました。ソウル市は不便点を改善していくと回答したものの、改善にはさらなる予算が必要です。それが一層批判を呼びました。はぁ、全国ネットで僕が叩かれる姿が映し出されちゃったのだ。おい、ずんだもん。はい。ドームの補修には一体いくら必要なんだ。少なくとも7億ウォンは。あと7億だと。それがあればおむつ座席の改修ができるのだ。7億でおむつ座席の改修しかできんのか。そうっすね。それに加えて雨漏りを直したり、電光掲示板を取り替えたり、ブルペンにモニターをつけたりしなくちゃいけないのか。そういうことっす。電光掲示板を取り替えるなら追加で40億ウォンかかるっす。よ、40億ウォン？積んだもん。お前がドーム建設の責任者なんだから、こうなったのはお前の責任だ。この事態を招いたお前に未来はないと思え。そんな、僕は皆に喜んでもらおうと思ってドームを建設したのに。古直スカイドームは改修を重ねたものの、敷地面積の小ささ、8回にわたる設計変更という根本的な問題は解決できるわけがなく、多額の税金が浪費されただけでした。また、おむつ座席の改修のため座席数を減らした結果、もともと1万8000席しかなかった座席が1万6800席に減少。その結果、大幅な収益減という地獄のループに陥りました。古直スカイドームの最悪ぶりが韓国メディアによって報じられると、ネット上ではこんな反応が見られました。改めて日本のドーム球場のありがたみが身にしみる。相変わらず、面白ネタを提供してくれる。日本のドームの欠点すべて合わせて、さらに欠点を追加したようなドームだな。結果論だけど無理に作る必要がなかったよな。それならメジャー仕様のボールパークを建てる方が賢かったと思う。なんか東京ドームと札幌ドームの悪いところを合わせたような球場だな。やっぱり日本の球場って優秀なんやな。東京ドームに対して失敗談を教えてくれるとは、なんて良い人たちなんだ。日本には身の丈を知るという言葉があるが、隣国の身の丈は石器時代の生活かもしれない。こんな大掛かりな建築物で笑いを取りに来るとは、なんて素晴らしいんだ。他の国じゃできないオリジナル。失敗は自国内だけでしてください。海外にまで被害を出す建築物など作らないように。このように古直スカイドームは建築物としては明らかな失敗作なのですが、それでも韓国唯一のドーム球場としてオープン3年で観客動員数332万人を突破しています。どうやら韓国の人々にはこのドームが受け入れられたようなので、結果オーライなのかもしれません。あなたはどう感じましたか？コメント欄で聞かせて。金平様、公衆塔が完成しましたのだ。スカイツリーよりも3年早くできたね。工期もたったの1年。これぞ爆速工事がありの中国なのだ。世界一高い観覧車にフリーフォールもある。まさに公衆塔は中国が世界に誇る電波塔だな。あの公衆塔の周辺、地盤沈没しまくってません？え？あと公衆市は地盤が弱い場所が677箇所ありますよね。ちゃんと地質調査しました？痛いとこついてくんじゃないよ。そんなこと言って東京スカイツリーは大丈夫なんだろうな。スカイツリーは東日本大震災でも問題は発生していません。安全言ってるからいつも日本は出遅れるんだよ。そうだ、納期は長いし価格は超高い。このぼったくりのジャパンメガ。いや、高層ビルとか工程や価格より安全性が第一に決まってんじゃん。ぐは。世界一高い自立式鉄塔としてギネス認定された東京スカイツリー。2011年の東日本大震災をものともしない耐震性、見る角度によりシルエットが変化するデザイン性など、日本の伝統ある木造建築技術と現代の最先端技術を融合させた、世界に誇れる建築物です。そんなスカイツリーに、対抗するように作られたのが中国の広州塔。なのですが現在、建造物の周辺で異変が頻発しており、中国は今大焦りの状況です。一体何があったのでしょうか？ずんだもんと共に見ていきましょう。時は2003年頃。僕はずんだもん、中国のトップ建築家。お目指してる駆け出し設計士なのだ。今日は日本が新しい電波塔の建設発表をすると聞いたので勉強のために来日しました。どうも、日建設計です。東京スカイツリーの基本設計を担当してます。すいません、質問よろしいですか？はい、枝豆。ずんだの妖精ですのだ。中国では妖精が建築する時代なんすね。スカイツリーを作る目的は何ですか？高層ビルが増えたことで東京タワーの電波塔機能が阻害されている問題を解決するためです。
ってことはあの東京タワーよりでかいやつが立つんすね。東京タワーは333メートルですが、スカイツリーは600メートル以上になる計画ですよ。化け物クラスで草。東京スカイツリーは電波塔としての機能を強化しつつ、新たな観光名所を創出するという二重の目的を持っています。計画は2008年からスタートし2012年に完成。世界一高い自立式鉄塔タワーとしてギネス認定される、日本が誇るランドマークタワーです。実はスカイツリーの凄さは634メートルという数字だけの話ではありません。でもさ、日本って地震大国じゃん。そんな高いビル建てて地震の時壊れないの？いい質問ですね。スカイツリーの耐震性は世界最高トップレベルなのですが、その秘密は1300年以上前に遡ります。どういうことだってばよ。それは、この五重の塔に使われた真鍮精神構造という技術を使ってるんですよ。真鍮？何それ美味しいの？これは中心に大きな柱を設けることで、地震の揺れを効果的に吸収した建物を守る技術。最新のシミュレーションでは、地震の揺れを最大 50% 低減できるとされています。奈良時代の日本人やばすぎわろた。東京スカイツリーは日本古来の知恵と、現代技術を融合することで世界最高クラスの耐震性を実現しています。事実として2011年の東日本大震災の時、建設中だったスカイツリーが何の被害もなく工事を再開したことは、世界から大きな賞賛を浴びました。あとさ、デザインセンスが若干ジョジョってる気がしなくもないのですが。いい着眼点ですね。底面が正三角形で上部に向かって円形に変形する形状は、世界に例を見ない独特なもので、日本の伝統美と最先端技術の融合が込められています。確かにこれは中国では出てこない発想なのだ。さらに、反りとむくりの技術を取り入れており、見る角度によってシルエットが変化するのも特徴ですよ。反りとむくりとは？地震の揺れを効果的に分散させる日本の伝統建築技術です。これも法隆寺の柱などで見られる技術なのですが、東京スカイツリーを下から見上げると、空に向かって伸びる大きな木のように見えるようにデザインしていて、大きな木の下に人々が集い心を寄せ合う様子を表しているんです。つまりデザイン性と機能性を兼ね備えているわけですな。物分かりのいい枝豆ですね。スカイツリーには耐震性以外にも最先端の避雷システムも導入されており、古き良き日本の伝統と最新技術が融合した、現代建築の最高傑作と世界で評価されています。こうして日本でスカイツリーの設計を学んだズンダモンは、建築家としてさらなる成長を遂げるべく中国に帰りました。そして運命を変える出来事と遭遇するのです。いや、スカイツリーすごかったな。僕も歴史的な建築物を作れるように精進するのだ。そこの枝豆擬人か。いきなりなんすか？北京亭。国家主席です。君がスカイツリーの勉強してきた枝豆だよね。まあそうですね。ちょっとサワー国にも、かっこいい高層タワー建てたい。はあ。スカイツリーよりも高くハイスペック、かつ早く完成させたい。いやいや、日本の技術半端ないっすよ。中国には大量の労働力がある。本気を出せば何でもできる。秀雄長島かよ。そうすれば君も中国を代表する建築家になれるぞ。確かにそれは嬉しいっすね。じゃ、よろしく頼むね。わかりましたのだ。こうしてズンダモンは広州塔の建築プロジェクトリーダーに任命されました。そして、どうもズンダです。この度我が国の国策として、広州塔建設プロジェクト、打ち出しますのだ。どんな塔を作るんすか？超ざっくり言うと、スカイツリーを超える電波塔を作りたい、という金平様の野望を叶えるタワーなのだ。紳士欲でくさ、具体的にはどんな塔になるんすか？高さは610メートルで東京スカイツリーに対抗します。僕が聞いた時は600メートルの予定らしいので10メートル高いのだ。そこ競って意味ありますかね。あと中国の労働力フル動員して超短工期で完成させるっす。高さとは別の意味で恐怖で震えそうですね。はあ？あと観光施設も充実させて、中国を代表するランドマークタワーにします。世界一高い観覧車とフリーフォールも作る予定。スピード重視で作った観光施設ほど怖いものはないですね。失礼、心の声が隠せませんでした。まあ広州塔プロジェクトについてはよくわかりました。こうして中国の威信をかけた広州塔プロジェクトが始まります。スカイツリーよりも早く一般公開するために、中国の労働力をフル活用して工事に取り組むズンダモンでしたが、工程は理想通りには進みませんでした。やばい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 。現場の奴らがはちゃめちゃすぎて全然工事が進まないのだ。このままじゃスカイツリーに負けちまうのだ。ズンダモンさん、ちょっとよろしいでしょうか。どうしましたのだ。広州塔の建設地についてなのですが、地質調査にもう少し時間をかけるべきかと。でも工期が迫っているのだ。それはわかりますが、この地域は地盤が脆弱な可能性が高いです。十分な調査なしに工事を進めるのは危険かと。うむ、それは困ったのだ。ちょっと金平様に相談してみるのだ。金平様。どうしたの？
どうも建設地の周辺の地盤が怪しいらしいっす。専門家からもう少し調査した方がいいと言われまして。そんなことしてて工程大丈夫なの？ただでさえ遅れてんじゃん。スカイツリーより先にオープンするのは厳しくなるっすね。ぜ、ダメやね、そのまま行こう。え？でも安全面が。大丈夫、責任はお前が取ればいいんだから。え？ぜね。どうなりました？実際の広州塔建設でどのような地質調査が行われたかは明らかになっていませんが、中国ではその他の工事でもスピードを優先した手抜き工事でトラブルが多発しています。例えば山東省の雷英高速鉄道建設では、工事業者が地盤補強用の杭について大部分で設計より短く、一部は全く施工されてなかったという事態が発覚しました。ムンダモンも習近平の指示に従い、地質調査を十分に行わないまま工事を進めますが、これが後の取り返しのつかない事態を招くとは知る由もありませんでした。さらに。どうも日本です。東京スカイツリーの高さなんすけど、やっぱ634メートルにします。どうして立地箇所が武蔵の国の位置なんよな。歴史的な数字と同じ高さってなんかかっこよくない？そんな中二病的な理由で高さ変えられると困るんすよ。ずんだもん、こっちは635メートルだ。金平様、正直無理っす。え？むしろ610メートルも飛行機の邪魔になるからあかんと言われてます。じゃ仕方ないか。じゃあせめて一般公開の日付だけは負けんなよ。丘の下。スカイツリー意識しすぎててさ。日本は2009年に東京スカイツリーの高さを634メートルに決定します。これはスカイツリーの立地が武蔵の国に属するという歴史的背景によるもの。一方、広州塔は工事も進んでおり、中国の技術力と航空路の制約で、高さは600メートルが限界という状況だったので、ずんだもんは高さで対抗することを諦めます。こうしたトラブルはありつつもついに、2010年10月。金平様ついにやったのだ。スカイツリーよりも先に広州塔完成したっす。ずんちゃんよくやった。高さでは負けましたが、世界一高い観覧車とフリーフォールは完成。あと展望台の高さは488メートルで広州塔の方が高いっす。なら実質勝ちやね。現時点では世界一高い電波塔なのも間違いないのだ。ワンチャンスカイツリーが完成しない可能性もある。自己中な希望的観測がワーク国らしくてスコ。2010年10月、ついに広州塔が完成し一般公開されました。完成時点では自力式鉄塔として世界一位の高さであり、建物としてはドバイのブルジュハリファに次ぐ第2位。習近平もスカイツリーよりも早く完成したことを喜び、ずんだもんはこのまま歴史的建築家に名を残すのは間違いなし。と、思っていたのですが。そこからハリボテの城が崩れるように事態は急展開を見せ始めるのでした。2011年10月。皆様ようこそ広州塔へ、これより展望台へ向かいます。433メートルまで2分で到着するらしいね。爆速すぎん。逆に不安なんだが。この日、広州塔のエレベーターにはガイド2人と観光客40人が乗っていました。そしてエレベーターが上昇を始めて1分後。なあ、なんか変な音がしない？え？あ、確かに。じゃあ、どうしたの？え、止まった？皆様落ち着いてください。ただいま状況を確認しております。ここ、62階だよね。いや怖すぎでしょ。もし落下でもしたら。ここで一晩過ごすとかないよね。皆様落ち着いてください。怖いよ。結局、彼らが救出されたのは1時間後でした。エレベーターの突然停止は、強風によるタワーの揺れが原因だったのですが、42人が1時間以上、地上200メートル以上の高さで取り残される、という事態となり、中国内でも広州塔の安全性について議論が巻き起こりました。確かに高層タワーでエレベーターが停止し、しかもそれが中国のビルだったら、生きた心地がしませんよね。ずんださん、エレベーター停止の件でクレーム来てますよ。まあでも安全措置が働いた結果だしさ、設計通りだし、そんなこともあるっしょ。少し不吉な足音が聞こえてきた広州塔の運営ですが、それを横目に世界一の自力式鉄塔がついに完成の日を迎えます。2012年2月。どうも日本政府です。本日、ついに東京スカイツリーが完成しました。本当に美しいデザインですね。世界一高い自力式鉄塔としてギネス認定され、建物としてもブルジュハリファに次ぐ2位の高さとなりました。ワークにはもう広州塔完成してるもんね。所詮は2番線時なんだよ。スカイツリーの工期は3年半ですよ。広州塔はどのくらいかかりました？5年なのだ。頑張りましたね。でも早くても安全面に問題あったら意味ないぞ。そうだそうだ。東日本大震災の時にまだ建設途中でしたが、スカイツリーには何の問題も起きてませんが。ふう、ようやく高さ620メートルか。
あともうちょいやな。な、何この揺れ、さすがに建設中のビルでこれはやばくねえ。と、思ったら全然大丈夫だった。せ、工事再開しようか。東日本大震災発生時、東京スカイツリーの高さは620メートルで、ゲイン塔のリフトアップ作業の途中でした。東京都内も震度5の強い揺れだったにもかかわらず、建設中のスカイツリーの構造体に損傷はなく、作業員にも怪我人は出なかったのです。そして震災から7日後には工事を再開しました。スカイツリーは建築基準法の想定を超える、大地震や暴風に対しても安全性が確認されてます。マジっすか？直下型地震のシミュレーションでも安全性が確保されるように設計してますからね。すごいじゃねえかバカ野郎。耐震性に関しては認める。さすがジャパン。まあ公衆塔も何事もなく運営できるといいですね。お前らに言われんでも大丈夫なのだ。ちょっと風が吹いたらエレベーター止まるとかないですよね。痛いとこつくなお前は。東京スカイツリーが完成したことで公衆塔は自力式鉄塔としても第2位、建物ランキングでは3位に転落します。そもそも高さで競うこと自体に意味はないのですが、悔しがるずんだもんをよそに公衆塔には様々な苦難が降りかかります。例えば、今日は公衆塔のお客として遊びに来た。だけど、なんかさ客少なくない？あ、建築家の枝豆だよね。さすがは歴史的建築家の僕、そろそろグラサンしないと危険かな。そうですが何か？あのさ、あんたさ、観光名所になるって力説してたよな。全然話が違うじゃねえか。そうなんすか？公衆塔を黒字運営するのに、必要な来客数知ってるか？あ、確か6000人だったっすよね。そう、しかもそのシミュレーションだと、建設費の借入金を返済には25年かかる。でも実際の来客数は1日3900人だ。そんなに少ないの？そうだよ、お前がいろいろ余計な施設作るから、メンテナンス費用と人件費がクソ高いんじゃボケ。トゥンマテン。中国メディアの報道によると公衆塔の主な収入源は観光客の入場料なのですが、当初試算よりも来客数が大幅に少なく、さらに2019年以降は新型ウイルスの影響もあり収入が激減したこと、また相次ぐ設計変更に伴う追加費用もかかったことで、公衆塔の運営会社は大きな負債を抱えて赤字営業を続けているのが現状です。そして時は流れて2019年12月、ついに公衆塔の致命的な欠陥が世界中に露見する大事件が起こります。さて今日も清掃の仕事に行くか。そうだね父さん。え、なんだ急に。うわぁ。は？何あれ？俺見てたんだけど急に道路が陥没したんだよ。しかも車と電動スクーターが落下した。マジで？やばすぎ。2019年12月1日公衆塔と同市にある大規模交差点で、突然、道路が38メートルの深さまで陥没する事故が発生しました。そして知らせを聞いたずんだもんが現場に到着した時のことです。一体何が起きてるのだ。まるでこの世の終わりみたいな光景なのだ。あ、ずんださん、どうもこの近くで地下鉄工事が行われていて、その影響で地盤沈下が起きたみたいです。もともと公衆市は地盤が弱いみたいですね。そうなのか。やっぱ地質調査の担当者が言ってた通りだったのだ。公衆市国土管理局の報告によると、公衆市の地盤が弱い箇所は677箇所、さらに地下鉄建設で地盤沈下が発生した箇所は32箇所もあったことが明らかになっています。こんな場所に600メートルのタワーを建てるなんて正気の沙汰じゃありませんよね。てかあんた公衆塔の責任者だったよな。あのタワーも危ないんじゃないのか？いえ多分大丈夫です。多分、あんなでかい建物作っといて多分じゃ困るんだけど。てかそもそも公衆塔作ったせいで地盤沈下したんじゃないの？いやそれはないのだ。多分こんなことなら地質調査に近づければよかった。一説には公衆塔建設もこの地盤沈下に影響を与えた可能性もあるようです。さらにこの事故に対する中国政府のヤバい対応はここからでした。おい工事業者、さっさとコンクリ詰めてこの穴を埋めろ。いえそれが清掃車両に乗っていた2名の親子、そして電動スクーターに乗っていた1名の男性が穴に転落したようで。埋めろ。え、いやそれはさすがに。こんな大規模事故が世界に知られちゃ困る。さっさと隠蔽しろ。わかりました。周隠蔽やばすぎだろ。いえ何でもございませんのだ。なんと中国政府は事実隠蔽のために地盤沈下に巻き込まれた3名が穴に残されているにもかかわらず、強引にセメント注入して隠蔽しようとしたのです。中国メディアによると穴を埋める時にはまだ助けを求める男性の声が聞こえていたそうです。この非人道的行為に大規模デモが発生し、捜索活動をした結果、スクーターに乗っていた男性が遺体で発見されましたが、親子は未だ穴の地下深くに取り残されたまま。また遺族たちは今回の事件は人災によるものとして当局の責任を追及しているのです。
本当に痛ましい事故ですよね。金平様、さすがに今回の対応は非難も応募ですのだ。まあ昔からこういうパワープレイ多いからな。そうなんすか。2011年に温州市で起きた高速鉄道衝突事故の時も、乗客救助の前に車両埋めてっから。完全についていく人見知ってない僕。あとやはり高州市は地質が弱い箇所がたくさんあるみたいです。あの時スピード重視で地盤調査は最小限にしたので、高州島で何か起きないか不安ですね。は、何それ。え、金平様が工程優先だって拒否したじゃないすか。いや知らんがな、工事はお前の責任で進めたんだから金平に言われても困るよ。一緒に働きたくない上司ナンバーワンを全て体現する男がここにいた。東京スカイツリーに対抗するように作られた中国の高州島ですが、実態がまるで異なる両者に対して海外からはこんな反応がありました。スカイツリーってグニャグニャしてて手抜き工事と勘違いしたんだけど、実は日本の技術が詰め込まれててビビったわ。冷静に考えればむしろ難しい建築様式だよな。日本のエンジニアに謝りたい。スカイツリーは独特なフォルムだけどさ、決して奇抜じゃなくて繊細さと大胆さを併せ持った素晴らしいデザイン。しかも古来からの伝統技術を融合してんだろ。それであんな美しいとかもはや伝説的な建造物だよ。スカイツリーのイルミネーションは日本の伝統色が取り入れられてるから、見てると穏やかな気持ちになるよね。1300年以上も前の技術が使われてんだって。そんなことできる国って日本以外にあるんかね。スカイツリーは時空を超えたランドマークだったんだね。死ぬまでに絶対この目で見たいよ。一方、高州島についてはこんな反応が多く見られました。中国人は上ばかり見上げ基礎となる地下を見ようとしないようだね。生まれる国って運なんだな。昔から日本の高層建築は基礎が大事なんですよ。我々がどれだけ地震対策のために基礎作りをしてきたか、モノマネしかできない中国人や韓国人は知らないんですよ。建築の工期の3分の1は基礎に欠けてるのが日本の建築です。この国では通体ばかりでかくて見えばかり優先し、基礎も基本も積み重ねもなく他者への配慮も無視した傲慢さ。中身がスカスカなのは建物だけじゃないよね。世界一危険なテレビ塔ってことだね。世界一の隔離国家でもあるな。こうした国内外の反応を見てわかる通り、中国が東京スカイツリーに対抗して作った高州塔は似て非なるものというのがわかりますよね。今回動画を作るにあたって文献調査した結果として私が思うのは、両タワーの最も異なる点は建築物以前に国家の体質や国民性にあるのでは？そう感じました。特に中国ではこれまで何度も手抜き工事による甚大な崩壊事故が多発しており、多くの人命が奪われてきました。そしてもし高州塔で崩壊事故が起これば、その被害は史上最悪の規模となる可能性が高いでしょう。そのような悲劇が起きないことを願うばかりです。また改めて東京スカイツリーについては、日本のエンジニアの高度な技術と古来の日本建築に対するリスペクトの気持ちが見事に具現化されていて、日本人として誇らしい気持ちになりました。あなたはどう感じましたか？ぜひコメント欄で聞かせてください。金平様、大連湾トンネルが開通しましたのだ。この長さを4年で作るとか世界一じゃん。持ちの論なのだ。耐久性はなんと100年。我が国の最新技術はもう日本の海底トンネル技術と比べ物にならねえっすよ。当然だ、あんな小さな島国にできて我が国にできないわけないじゃん。あの大連湾トンネル水没してますよ。え、開通2週間で漏水事故とかヤバタニエンすぎて笑えんけど。いやいや、これは海水じゃないし、消火用バルブからの水漏れだし。いやいや、水吹き出してましたやん。そんなこと言って東京湾アクアラインは大丈夫なんすか？あんまり大口叩かん方が身のためじゃない。1997年に開通してから大きな問題は起こしていません。てか安全安全言ってるからいつも日本はダメなんだよ。そうだそうだ、納期長いし価格は超高い。このぼったくりジャパンメガ。いやいや、海底トンネルなんて特に工程や価格より安全性第一に決まってんじゃん。ぐは。2023年中国で新たな海底トンネルが開通。中国オリジナルの最新技術を詰め込んだそのトンネルは、工期4年と最短ながら100年の耐久性を誇る中国の技術力を世界に見せつける集大成でした。しかし開通後わずか2週間後、海底トンネル内に漏水を確認。しかもポタポタではなく、まさかのプール並みの水漏れが発覚。一体どうしてこうなったのでしょう？ズンダモンと一緒に見ていきましょう。時は2000年代初頭。僕はズンダモン、中国でトップのトンネル設計士。お目指している駆け出し設計士なのだ。今日は日本の建設会社が東京湾アクアラインの建設について勉強会を開くというので来日してるのだ。どうも、東京湾横断道路株式会社です。東京湾アクアラインの設計建設管理をしています。質問いいっすか？はい、そこの豆。中国交通建設株式会社から来ました、ズンダモンス。さすが最新鋭の中国さん。
送り込む試客も要請なんて前代未聞。ありがとうございますのだ。東京湾アクアラインの完成、かなり話題になってますけど、ぶっちゃけそんなにすごいんすか？日本が誇る世界的大プロジェクトですね。日本では4番目に長い海底トンネルになりますが、全長は 15.1km とかなり長いです。 15km ってことは1万円札を15万枚、それは骨が折れそうっすね。例えがわかりにくくて草、課題もてんこ盛りだったんで、土木のアポロ計画と呼ばれるほど、技術的に非常に難易度が高い工事でした。東京湾アクアラインは、日本が誇る世界的にも稀な大規模プロジェクトです。東京湾を横断する高速道路で神奈川県の川崎市と千葉県の木更津市を結び、全長 15.1km でそのうち約 4.4km が海底トンネルだったことから、土木のアポロ計画と呼ばれるほど、技術的に非常に難易度が高い工事でした。でもそれってあなたの感想ですよね。具体的にここがこうだから大変だった的な報告ないんすか？一番わかりやすいところで言うと、技術的課題が多すぎて、調査期間は20年、建設20年要しました。全部で30年じゃん。生まれた子供がおっさんになってますね。一番の問題は地盤が弱かったこと。粘土の高い地盤を安全に持っていくために、調査は念入りにしました。さすが時間泥棒日本さん。何か？いえ、間違えました。あと、人の往来の多い地域での建設なので、地震対策にも万全に備えが必要でした。特に東京湾は地震活動が活発なんですよ。日本って地震大国ですもんね。安全を第一に考えるのは鉄則ですから。東京湾の海底は、軟弱な粘土層が厚く堆積しており、トンネルの沈下や変形が懸念されていました。さらに東京湾は地震活動が活発な地域であり、トンネルの耐震性確保が最重要課題でした。そのためしなやかで折れにくい可動性に優れた継ぎ手を採用し、地震の変形に対処できる構造にする必要があったのです。そんな大変な環境に対応するなんて、どんな技術を使用したんすか？弱い地盤を改良する工事として、座礁への置換や、セメント系固化材の注入、あとは建設当初行っていた沈埋管を使用した手法も、潮流の影響を受けないように、GPS などを用いて位置制御したりで、慎重性を一番に考えてました。沈埋トンネルって溝掘って缶入れて土をかぶせるやつっすよね。あれ結構神経使えません？さすがトンネル設計師、よくお分かりで、東京湾は特に軟弱地盤だったので、このやり方には限界があったんです。ほうほう。なので、世界最大マシーン使っちゃいました。マシーンと言いますと？シールドっていうでっかい機械ですね。すげえ、なんか発射されそう。外径 14.14 メートル、総延長 2853 メートル、世界で一番でっかい機械を使って、1日最大 18.4 メートル掘り進めました。いや、すご。この掘削技術の適用により工期が大幅に短くなったんです。駆け出しの僕でもわかるほどの、先進的な技術力。やっぱ日本は先行ってんな。アクアラインは構想初期陸上でトンネルを作ってから沈めて結合する、沈埋トンネル工法が採用されていましたが、計画中の建設技術の進歩を受けてシールドマシンで地中を掘り進める、シールド工法に計画変更しています。どちらの工法も高い技術力が要求されるため日本の技術力の高さを示すものとなり、海外からも高い評価を受けました。地元民の反応はどうだったんすか？控えめに言って大好評ですね。移動距離約 110km が約 30km に削減、移動時間は1時間20分が30分に短縮、喜ばれないはずないですよね。これはさすがのずんだの妖精でも、グーの根も出ない所業、技術大国日本はだてじゃね。アクアラインの開通により、川崎から木更津までの移動距離が約 110km から約 30km に大幅短縮、神奈川県と千葉県の距離が一気に近くなり、地域の発展に大きく寄与するなど、東京湾岸地域の交通利便性が飛躍的に向上しました。こうしてアクアラインの設計を学んだずんだもんは、建築家としてさらなる成長を遂げるべく中国に帰りました。そして運命を変える出来事と遭遇するのです。アクアラインすごかったな。僕も歴史的建造物を設計できるように日々精進するのだ。そこの豆。なんすか、北京って。国家主席です。君がアクアラインの設計を、日本に勉強に行ってた枝豆だよね。そっすね。君、プロジェクトリーダー採用ね。大連湾トンネル建設の取りまとめ、君に決めた。大連湾すか？このプロジェクトは我が国のトンネル技術が、日本を超えたことを示す一大工事だ。いやでも日本の技術力かないっすよ。てか日本にできて中国にできないわけがないだろう。大量の労働力を投入して爆速かつ超耐久性を持たせて、アクアラインを超える海底トンネルを作るんだ。でも、これがうまくいけば君は中国一位や、世界一の枝豆になれる、世界一の称号、欲しいよね。わかりましたのだ。大連湾トンネル建設は中国共産党が主導した大規模なインフラプロジェクトです。全長は 12.1km、 トンネル部分は約 5.1km と東京湾アクアラインと類似のトンネルであり、大連市の都市交通改善のために作られるトンネルでした。どうもずんだです。
この度は国の国策として大連湾トンネル建設を行います。具体的にはどのようなプロジェクトですか？中国遼寧省大連市と山東省延滞市をつなぎ、渋滞問題を解消する一大プロジェクトなのだ。それはとてもありがたいですね。あと裏の目的では金平様が日本より立派な海底トンネルを作りたいらしいのだ。権力の私物化ですね。具体的にはどんなトンネルになるんですか？最先端技術を駆使して100年耐えれるトンネルを作ります。そんな技術が中国にあるなんてびっくりです。中国独自の最新技術をフル活用、日本の技術力なんて目じゃないのだ。本当ならいいですね。さらに日本さんは調査から完成まで30年もかかってるのに対し、我が国は7年で完成させろとのお達しです。そう意味あるんですか？中国の労働力フル動員して日本より早く完成させるっす。対抗意識が先走ってトンネルが沈没しないといいですね。失礼、心の声が漏れてしまいました。とにかく日本のアクアラインに負けないトンネルを作りたい意思は伝わりました。こうして中国の技術力を世界に知らしめるべく大連湾トンネル建設プロジェクトを開始したのですが、工程は理想通りには進みませんでした。やばい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 、施工作業が全然予定通りに進まない。なんでこんなにポンコツだらけなんだってばよ。ずんだもんさん、なんすか？地質調査の結果が出たんすけど、もう少し詳しく調べる必要があります。なんだと？渤海海峡は地質がとても複雑で、今の超短納期は見直さないと丁寧な調査ができません。でも後期が迫っているのだ。ずんだもんさん、これまたなんすか？今回の沈埋艦、要求精度が高すぎて、今の納期じゃ正直厳しいっす。精密な水中爆破やレベリングも必要ですし、もう少し後期の調整できませんか？そんなこと言われても、こんな時は金平召喚なのだ。あっ金平様。どうしたの？地盤調査の専門家たちから、もう少し調査期間を延ばしてほしいと言われてまして、慎重にやらないと大事故の可能性が。後期に間に合うならいいよ。その判断が君の仕事だからね。多分調査期間延ばしたら、間に合わねえっす。じゃあダメでしょ。一体どうしたら？あんね、ずんだくん、君は何のためにそこにいるのかな？仕事は責任を伴う。責任を背負うのは当たり前だよね。後期は優先すること、アクアラインに負けないこと、これが君のお仕事。ちゃんとお仕事しようよ。じゃね。どうなりました？工程優先で進めるしかないっす。大連湾の海底は、軟弱な地盤が多く海底の最深部は30メートルにも達するため、高い水圧への対策が必要でした。そのため冬は寒冷地になるため氷点下への耐久性の確保、そして湾曲した設計を安全に実現させる技術など、多くの課題と非常に難易度の高い工事だったのです。積んだもんは習近平の指示に従いスピード重視の工事を余儀なくされますが、これが後に思わぬ結果となるとは知る由もありませんでした。そして2023年5月1日。金平様、ついにやりました。工期は予定通り7年喫下しで大連湾トンネルが完成しました。あの島国を優に越したっすよ。てかしたずんだ、お前に任せた甲斐があったよ。この工期で耐久年数は日本と同じ100年。我が国の最新技術はもう日本の海底トンネル技術と比べ物にならねえっすね。我が国の最新技術を惜しみなく使った最強の海底トンネル、各国からも賞賛が届くこと間違いなし。みんなの反響が楽しみなのだ。2023年5月1日、ついに大連湾海底トンネルは完成し一般公開されました。海底トンネルで日本を超えたと喜ぶ習近平とずんだもんは、このまま中国のトンネル技術が世界に認められてめでたしめでたし。と思ったのもつかの間。ここからが悲劇の幕開けでした。2週間後。いや、大連湾トンネルが完成してからというもの、大連の渋滞大幅感は、耐久性100年つうのもいい感じだよな。金平たまにはいいことすんじゃん。これで今日の仕事も残業なし、たまには可愛い子のお店でも。って、なにこれ？水漏れってレベルじゃない水の量。完全にタイヤ取られる。徐行、ここ、海底トンネルだよね。もし海水が漏れてきてるとしたら、確実トンネル破壊されません。やばい。だったらか助けて。大連湾トンネルが開通してわずか2週間後、トンネル内に水が流れ込み浸水する事態が起きました。写真をよく見るとトンネルの隙間から水が滝のように溢れているのがわかります。海底のトンネルを運転中に水が流れ込んできて、しかもそれが中国の作ったトンネルだったら、生きた心地がしませんよね。ずんだもんさん、大連湾トンネルの水漏れの件、聞きました？さっき他の人からチロッと聞いた。水漏れっつっても所詮あれだろう？ちょろちょろ水出てますよって感じだろう？そんなこともあるっしょ。大げさなのだ。知らないんすか？運転士たちが SNS で動画上げてましたけど、天井からはまるでシャワーのように、壁からは滝のように勢いよく、
水が溢れてましたよ。まるで夏の日のプールを思わせる水量でした。あ、そんな大変な事態になってんの？まさか工事の工期を優先させた先だったりして。やばい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 。これは金平様に助けを求めるのだ。金平様。どうした？大連湾トンネルで大量の水漏れが発生しました。助けてくれメンス。どうして？はい。責任者は君だろ。君が作った建物だ。不足は全て君の責任。でっても後期優先の指示は金平様が。何言ってんだ。私はちゃんと仕事するように指示しただけ。こっちに責任転嫁すな。金平パワハラ上司の最高格だったな。マキ、こんなところで油売ってないで、さっさと対処して。こんな事態他国に知られたらどうすんだ。はひ。こっこりゃ水漏れレベルじゃねえぞ。おい、ずんだもんさん、どうします？とりあえず漏れてる箇所を補修して、上からパネル貼っとけば大丈夫っしょ。点検は？そんなことより今はスピード重視。早く通れるようにしないと僕が詰められんだよ。早く何事もなかったように補修して。ぎょい。水漏れの報告を受けた中国政府は緊急で補修作業を実施し、2時間後、車両の通行が再開されました。原因もわからない状態で2時間後に普通に使用再開するとは、さすがの中国ですね。さらにこの事故に対する中国政府のヤバい対応はここからです。どうもずんだです。大連湾トンネル内の水漏れについてですが、先ほど完璧に補修しましたのでもう満体。今まで通り使って大丈夫なのだ。不安の声が数多く上がっていますが、原因は何なのでしょうか？原因はズバリ、消火用バルブの水漏れっすね。え、たかが消火用バルブの水漏れで、あんなに水が溜まるんですか？てか水が溜まる時点で、排水設計おかしくないっすか？それはまあ、あれっすね。今日はたまたまうまくいかなかったっすね。すごい言い訳ですね。しかも事故発生から2時間で通行再開されてますけど、もちろんちゃんと検査されたんですよね？もちろんっすよ。僕は天才なので2時間もあれば検査パーティーにこなせます。まさか手抜き工事なんてしていませんよね？て手抜きなんてするわけがないのだ。動揺が隠せていませんよ。確か耐久性100年のトンネルというご自慢のトンネルだったと思うんですが。それは大丈夫っすよ。なんせ中国最新技術をふんだんに使った最高傑作。100年持つことは間違いなしなのだ。でも無事故期間はセミ並みに短かったですね。中国政府は水漏れの原因は消火用バルブの締め忘れと公表し、トンネル自体からの海水漏れではないと主張しました。これが事実だったとしてもわずか2時間で通行止めを解除するのはさすがに安全面を軽視しすぎだと海外から多くの意見が寄せられています。そんな中国の安全面軽視の裏付けとして、中国では今回の海底トンネルの他にも様々なインフラ工事で事故が多発しています。例えば2021年。はあ、このトンネルの工事も終盤だな。ああ、来年には完成予定らしい。このまま何もなく終わればいいが、そんな不吉なこと言うなよ。だってここ中国だぜ。おい、あっちで水漏れしてる。え、しかもなんかヤバい音してんだって。工事員たちもみんな避難始めた。お前たちも。おいおい、マジかよ。うわあ。広東省樹海市で建設中の高速道路トンネル工事中に突然水漏れが発生し、14人が閉じ込められた後死亡が確認されました。このトンネルは貯水池の下を通る設計で、トンネルの一部が崩壊し貯水池から水が流入しました。さらに、はあ、今日も今日とてお仕事終了。にしても雨すごかったな。なんだ？ご乗車中の皆様にご連絡です。今入った情報によりますと、地下鉄線路内が浸水している模様。状況確認のため緊急停止いたします。は？浸水？地下鉄が？んなわけあるかい。電車内に水が入ってきてる。2021年に河南省鄭州市にて、1000年に一度とも言われる大洪水が発生した際、わずか3日で年間降水量に相当する量の雨が降り、地下鉄や道路トンネルが水没しました。地下鉄が止まってもう4時間。水が腰まで上がってきて体力を奪うし、空気が薄くなってきた。もうダメ。ちょっと、何人も倒れてくぞ。気をつけろ。まさに地獄じゃんか。誰か助けてくれ。この災害では河南省全体で死者302名、行方不明50名と多くの被害者を生みました。これも自然災害についての事故想定が甘かったとして世界から指摘を受けています。人命に関わるインフラについては工期優先、コスト優先ではなく、安全面を重視してほしいものですね。一方で日本のトンネル技術は震災大国日本で安全性が証明されています。アクアラインでの引き人のドライブ、景色最高すぎてテンション上がりまくり。君の美貌の前では、どんな景色も霞むぜベイビー。もう引き切ったら。なんだこの揺れ。さすがに橋の上でこれはヤバくないか。
と思ったけど、何の変化もない。全然大丈夫だね。じゃあラブラブデート再開しよっか。東日本大震災のあった2011年3月11日、東京都内も震度5の揺れがありましたが、アクアラインに大きな問題は発生しませんでした。これはアクアラインに限らず青森県と北海道を結んでいる青函トンネルも同様、工期こそ長くかかっていますが安全性を重視した日本の建築は大災害でも、大きな事故が起きていません。アクアラインに対抗するように作られた大連湾トンネルですが、実態が大きく異なる両者に対しネット上ではこんな反応が見られました。青函トンネルにしろアクアラインにしろ、補修メンテナンスはあるのだろうけど、東日本大震災をも乗り越えたことを忘れてはならない。暗黙の耐震性ってのがあるのかと思うとすごいよ。アクアラインや日本のトンネルは、結構やべえとこに開通させた場所が多いみたいね。先人たちに感謝です。日本も同工法のトンネル多数あるからね。大勢がトルコでやったボスポラス海峡のトンネルもそれ。一方大連湾トンネルに対してはこんな反応が見られました。膨大な建設費と日数を使って、世界中に笑いを提供しありがとうございました。最先端の水没や爆発見せてくれるから、エンタメとしては最高。完全水没が逆に安全なんじゃない？雨が降るトンネルってある意味画期的だな。さすが岡田浩二。期待を裏切りません。日本の技術をパクっても、それを作るのが中国人ってだけで品質はお察し、日本人が他国の技術で作っても、その品質は本場を超えるって自信あるわ。こうして海外の評価を見ているとわかる通り、両国の最先端の技術を使って作った海底トンネルですが、その品質は全くの別物であるということが理解できますよね。今回の事故の原因を消火用バルブの故障だと説明したズンダモンですが、世間ではそんなわけあるかいと原因の追及を求める声がやみません。海底トンネルでの漏水は命を奪うことにつながります。しっかりと対処する必要があるに決まってますよね。キッキンペイ様。さすがに今回の対応は、国民から非難号号ですのだ。んなこと言ってもあれ以上対処に、時間使うわけにいかないし、しょうがないよ。あの時スピード重視で、工期を急がせた結果でしょうか。これ以上何か問題が起きないか不安ですね。は、何それ？金平様が皇帝優先だ、って拒否られたじゃないですか。いや知らんがな、工事はお前の責任で進めたんだから、金平に言われても困るよ。責任取らんかったらお前は何のためにおんねん。ってことで責任取ってお前はクビね。今回動画を作るにあたって文献を調査した結果として私が思うのは、両国の違いは技術力以上にインフラ整備に対する責任感と、利用者をおもんばかる態度の違いなのでは？そう感じました。インフラ整備はその国で生活するために絶対に必要な基盤です。たくさんの人たちが使う基盤を作るのに大切なのはまず第一に安全面ですよね。工期やコストを優先した手抜き工事は人々の命を奪うきっかけになります。特に海底トンネルは破壊されれば中にいる人たちはまず助かりません。そのような事態は絶対に避けてほしいと切に願うばかりです。また改めて、災害国日本が長年培ってきた技術と安全性という最大のおもてなしには、日本人として誇らしい気持ちになりました。あなたはどう感じましたか？ぜひコメント欄でお聞かせください。最後まで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録よろしくなのだ。わははは、トヨタのプリウスってさ、作りめっちゃ簡単じゃね？パクって売ってボロ儲けなのだ。間違いねえ。ちょうどエコカー戦略に方向転換するとこだからちょうどいい。やっちゃえ、ヒュンダイ。それはメーカーが違うのだ。あの、何そのゴミ？ヒュンダイが作ったハイブリッド車ですが。ゴミは言い過ぎじゃね？こんな欠陥まみれの車誰が買うねん。いや、そんなはずは。あのさ、これ外見だけで中身全然パクれてないよ。パクるならちゃんとパクろうね。どんまいける。ティエン、あなたは韓国を代表する自動車メーカーヒュンダイを知っていますか？日本ではあまり知られていませんが、価格が安くデザイン性が高いことで人気があり、2022年の世界販売台数は684万台と、トヨタ、フォルクスワーゲンに次ぐ世界第3位に躍り出ました。そんな飛ぶ鳥を落とす勢いで売り上げを伸ばしているヒュンダイですが、その製造方法の裏側には韓国らしいとも言える、とんでもない闇が隠されていたのです。今回はそんなお話、時は1967年。私はチョンジュテイ、ヒュンダイ財閥の創業者です。この度、韓国初の国産車を作るため自動車会社を作りました。どうぞよろしく。ヒュンダイは当時韓国財閥のトップであった、ヒュンダイ財閥のチョンジュテイによって設立されました。とはいえ当初は自社で自動車を作る技術を持っておらず、技術提携先を探すのですが、そんな都合の良い相手はなかなか見つからず苦戦を強いられます。そんなある日のこと。なかなか技術提携先が見つからん。困った困った。
うちで良ければ一緒に車作ろうか。え、いいんすか三菱さん。で、生産技術教えたるわ。あざす。技術提携先として日本の三菱自動車が名乗りを上げ、ヒュンダイは独自モデルの開発をスタートします。その結果、1975年。どうもヒュンダイです。この度は国初の国産車、ポニーを開発しました。これはどのような車ですか？日本の三菱自動車と、イギリスのブリティッシュレイランドに協力してもらって作ったよ。ふむふむ、この車は独自開発のもの、という理解でよろしいですか？うむ、まあデザインはイタリアのデザイナーのもの、エンジンは三菱自動車のランサーのものを、有用、いや参考にしてるけどね。それ独自モデルって言いますか？まあ細かいことはええやん。1975年に韓国初の国産車ポニーを発売し、その後も三菱自動車との提携を継続します。三菱車をベースとした車種やエンジンプラットフォームを有用することで順調に成長し、1985年には累計生産台数100台突破、1986年にはアメリカに進出、1990年に累計400万台を突破し、世界的な自動車メーカーに成長していきました。また同時にヒュンダイの成長を支えた三菱自動車は韓国の自動車産業のベースを築いたと世界から評価されたのです。この頃からお隣さんの有用文化が余すことなく発揮されてますねー。と、前置きはここまでで、ここからズンダモンのストーリーが始まります。時は2000年頃。僕はズンダモン、韓国を代表する自動車メーカーヒュンダイのエリート幹部候補なのだ。ズンダ君、ちょっといいかな？はい、なのだ。これよりはアシャはついに日本に進出する。ついにやるんすね。うむ、そこで日本のマーケティングをズンダ君に任せたい。マジスカボス。うむ、これが成功すれば君も幹部だ。頑張れよ。任せてください、なのだ。ヒュンダイは2000年に日本法人ヒュンダイモータージャパンを設立し、2001年から本格参入を行います。そしてマーケティングを任されたズンダモンは後日こんな提案をすることに。賢い僕は考えました。今日本では韓流ブームがじわじわ来てるの知ってますか？なんか聞いたことあるね。そこで今激アツな俳優ヘイヨンジョンを CM に起用して、女子たちのハートをわしづかみにしましょう。うん、なんとも浅はか。で、男向けはどうすんの？車買うのは男っしょ。ゆうこりんに出演してもらうのだ。ゆうこりん、知らないんすか？ずんだの妖精である僕に負けず劣らずのビジュアルを持つコリン星出身の激カワアイドルっすよ。コリン星、ちょっと何言ってるかわかんない。ま、効果あるんだよね。日本人はチョロいんで多分いけるっすね。じゃ、とりあえず任せるわ。2001年から日本市場に参入したヒュンダイは、CM にユーコリン、山田冬ソナブーム前のペヨンジュンを起用するなど、大規模なキャンペーンを打ち出します。CM ではヒュンダイを知らないのは日本人だけかもしれない、といった挑発的なキャッチコピーを使ったり、FIFA ワールドカップの公式スポンサーになるなど、知名度アップ戦略を余すことなく活用しました。しかし、おい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 、今年の販売台数たったの1113台なんだが、こんだけ広告売ったのに大赤字なんだが、枝豆擬人化、これはどういうこと？日本不景気なんすかね。いや GDP ランキング世界2位の経済大国やぞ、むしろ金持ちやろ。じゃあ単純に韓国嫌いなのかも。それだと何しても無理じゃね。意気揚々と日本市場に殴り込んだヒュンダイですが、全く売れずに年間でわずか1000台程度しか売れない事態に、これにはこんな理由がありました。ヒュンダイってさ、マジで安かろう悪かろうってイメージよな。わかる、車は信頼性が大事だし、アフターサービスも不安だよな。しかもリセールバリューもめちゃ低いらしいぞ。てかそもそも世界トップの日本車あるしさ、輸入車なら BMW やアウディ、ベンツ、フォルクスワーゲンとか、かっこいい車選ぶだろ。なんでわざわざ輸入車で、見た目も日本車っぽいデザインの低性能な車買うねん。あと車の CM にユーコリンを起用するセンスな。そこは許したろ。CM キャンペーンで知名度は上がりましたが、そもそも日本メーカーの層が厚く、さらにベンツなどの輸入車が熾烈を極めている当時の日本市場に、日本の技術力をベースに作られた韓国車を買う人はいませんよね。この結果に韓国政府はこんな反応を見せました。世界ではヒュンダイはそこそこ売れてるのに、日本だけ売れないなんておかしい。ジャパンの自動車市場は閉鎖的なんだ。もっと韓国車が売れるように開けた市場にすべきだろ。は、あのさ、販売の成功失敗は企業努力にかかってるっしょ。国がどうこうは関係ないって。いやでも、だったらなんで日本車は世界でトップなんだよ。てかそもそもさ、日本は工業製品、無関税じゃん。韓国と違って輸入車に高い税金かけてないよね。つまり自由に売ってね状態なわけよ。これ以上どうしろと？一理ある。韓国政府は日本の自動車市場を閉鎖的、と批判しましたが、実際は真逆です。韓国ではヒュンダイが売れるようにアメリカ製自動車の輸入規制をかけたり、日本車には高い関税をかけたりしています。一方、日本では工業製品は無関税。それでもヒュンダイの売れ行きは変わらず韓国鳥が鳴いており、ついに2008年、ズンダモンに悲劇が訪れます。ズンダ野郎。はい、なのだ。今年の日本での販売台数を言ってみろ。501台。
たいですのだ。ははは、3桁はさすがに笑う。いや、日本車やっぱ強いっすね。トヨタ様にはかないませんわ。ってことでさ、日本市場からは撤退する。え、じゃあ僕はどうなるんでしょうか。え、首に決まってんじゃん、お疲れちゃん。そんな。2008年の販売台数が501台まで減少したことを受け、ヒュンダイは一度、日本市場から撤退します。その結果、日本法人の従業員の 50% がリストラされ、積んだもんもクビになってしまいました。日本市場からは撤退したが、世界では好調やな。2007年の売上は30兆4890億ウォン、約3兆4000億円、悪くないっすね。グループ全体の世界販売台数は世界5位、アジアではトヨタに次ぐ第2位やで。やはり我々が悪いんじゃない、ヒュンダイが売れない日本がおかしいんだ。自動車業界の安売り王と評されるアーシャに資格はないっすよね。え、そんなネーミングなの。はい、ま、売れてるからええか。日本市場撤退後も海外市場では低価格を売りにした販売戦略により、自動車業界の安売り王として販売台数を伸ばしたヒュンダイは、2007年には世界第5位のグループにまで成長します。しかしその後はトヨタやゼネラルモーターズの売り上げが急上昇し、ヒュンダイは2009年をピークに徐々に売り上げが減少していきました。そこで次なる戦略に打って出るのです。速報です。我らが韓国を代表するヒュンダイ自動車がエコカー戦略にシフトすると報道がありました。今後の活躍に期待しましょう。むむむ、優秀な僕をクビにしたヒュンダイ様はついにエコカー攻めるんか。ツンダの妖精らしいナイスアイディアが浮かんできたぞ。こりゃ早速提案するしかねえな。どうもボス、お久しぶりです。お、枝豆の擬人化キャラじゃないか。何しに来たの。これからエコカー攻めるって聞きましたけど、具体的にどうするか決まってますか。いや、実はちょっと困っててね。ほら、うちってもともと日本社から技術教えてもらって作ってるじゃん。だから一から開発するのは無理ゲーなんだよね。やはりそうですか。僕にいいアイディアあるんすけど、聞きたい。マジで、早よ聞かせろください。ちょいとお耳を拝借。こにょ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 。なるほど、それは素晴らしい考えだね。でしょう。よし、じゃあ復職決定。よっしゃ。ではエコカーの件は頼んだよ。任せてくださいのだ。売り上げが低迷したヒュンダイが次に取ったのがエコカー戦略でした。しかし、これまでデザインやエンジンを技術有用で作ってきたため、一からエコカーを作ることはできません。困り果てたヒュンダイはお隣さんらしいとも言える驚きの行動を取ります。これが悲劇の始まりになるとも知らずに。どうもトヨタさん。どうもこんにちは、テイタマメ。積んだの妖精ですのだ。ヒュンダイのエコカー戦略プロジェクトの統括をしています。ついに枝豆が働く時代か。って何の用。ちょっと天下のトヨタ様にお願いがありまして。下から来る感じが怪しさプンプン丸だね。だが聞こう。単刀直入に言うと、プリウスで使ってるハイブリッドシステムをヒュンダイに技術移転しませんか。と直球できたね。だが断る。え、いやパクる気満々ですやん。あと普通技術移転ってさ、発展途上国にする支援なわけ。韓国は先進国になったじゃん。だから企業的にもモラル的にもやる理由がないよね。さすがにこれは無理か。驚くべきことにヒュンダイはトヨタにハイブリッド技術を教えてくれと言ってきたのですが、当然ながらトヨタ側もこんな要求に応じるわけがありません。ですが、さすがお隣さん、お金儲けのためにタダでは引き下がりません。じゃあさ、 OEM 販売ならどうかな。プリウスをヒュンダイの工場で作ってうちが販売するのだ。なぜに OEM したいの。そりゃもうトヨタ様大好きなので。ははは、だが断る。どう考えても技術盗みたいだけっしょ。ち、これも無理か。じゃあさ、お金出すからハイブリッド技術売ってよ。もう隠す気ないよね。潔くて嫌いじゃないわ。う、だが断る。お願い、トヨタハイブリッド欲しい、くれ。無理。じゃあそういうことで。クソが、森蔵のやつ意外とガード硬いのだ。何か言った。家なんでもありませんのだ。まあどこのメーカーにお願いしても結果は一緒だからさ、今回ばかりは自分たちで開発するしかないんじゃね。一理ある。一部の方道によると、ヒュンダイはエコカー戦略を行う際にトヨタに技術移転や OEM 販売、ハイブリッドシステムそのものの販売要求など、ありとあらゆる交渉をしてきて技術をパク、いや参考にしようと画策したそうです。もともと日本車技術を有用して成長した企業なので、自分たちで開発するという発想がそもそもないのでしょうね。逆にすがすがしくてあっぱれなお国柄ですが、警告の本領発揮はここからが本番です。ズンダ君、トヨタどうだった？プリウスいけそう？いえ、ダメでした。は？いや森蔵マジで相手にしてくれんかったっすね。そうか。腹いせにトヨタのハイブリッドは危険っていう噂流しときましたわ。完全に逆恨みで草。なんとトヨタに相手にされなかったヒュンダイは、韓国内の新聞で、トヨタのハイブリッド車は 500V 以上の高圧電流を使ってるので感電死する可能性が高い、とデマを流したのです。そしてそれに対してトヨタの反応は、
無視しよう。全く反応しませんでした。圧倒的格上の対応、さすがトヨタですね。その後、ヒュンダイはハイブリッド車の開発を一時中断し、ターゲットをディーゼルに変更しますが、原油高騰の影響をもろに受けて全然売れず、またハイブリッド車の開発に切り替えます。若干の同情すら覚えますね。そしてついに最終手段に乗り出します。よし、いろいろあったけど今日から本格的にプリウスパクるのだ。ジナ、どうやって作るんすか？まず参考にできるとこは全部寄せていく。例えば？見た目のデザイン、ゴドア、ハッチバックボディ、ルーフ、このあたりはトヨタ様を参考にしよう。わかりました。で、肝心のハイブリッドシステムは？ふっふっふ、そこは僕に考えがあるのだ。じゃじゃーん。え、これはプリウス？そう、自腹で購入しました。で、これ解体して構造真似しようぜ。発想が天才のそれっすね。ハイブリッドシステムはこれで解決やね。モラルなさすぎて逆に尊敬っすわ。あとさ、プリウスってハイブリッドとプラグインハイブリッドの2つのモデルがあるじゃん。普通のハイブリッドモデルと外部充電して完全電気モードで走れるタイプっすよね。そうそう、だから僕たちはハイブリッド、プラグインハイブリッドに加えて完全電気自動車の EV タイプの3つから選べる車を発売するのだ。なるほど、パクるだけでなくところどころで凌駕していくスタイルっすね。これが本当の TTT、 徹底的にパクるなのだ。燃費もプリウスを上回ってもリゾーに痛い目を見せてやるのだ。ゴリゴリに意識しててくさ。どのようにハイブリッドシステムを開発したかは謎ですが、これまでも日本から様々なものを無断流用してきたお隣さんなので、何をしたかは想像に難くありませんよね。このようにプリウスをライバル視しながら、新型ハイブリッドシステム DCT-TMED を韓国独自で開発に成功、念願のハイブリッド車の発売までたどり着きました。ガソリン車は三菱自動車の技術提供により成り立ったことを考えると、このハイブリッドシステムは韓国が初めて、自分たちで独自開発したシステムと呼べなくもありません。そしてついに、どうもヒュンダイです。この度はアシャ初のハイブリッド車であるアイオニックの発売を開始します。みんな買え。これはどういう車ですか？ハイブリッド車で世界最高の燃費を出します。スピードも出力も韓国独自のエンジンでパワーアップしてるのだ。プリウスみたいなステレオタイプのハイブリッドを打ち破るのでよろしく。素晴らしいコンセプトですね。プリウスキラーと呼ばせていただきます。ちな、見た目が似てるような気がしなくもないですが。気のせいっすね。僕もよく枝豆と間違えられますが、実際はずんだの妖精なので。よくわかりませんが、たくさん売れるといいですね。ありがとうございますのだ。2016年1月にヒュンダイはハイブリッド車のアイオニックを発売し、完全にプリウスを意識したそのコンセプトから、メディアからはプリウスキラーと評されました。まあ実際にトヨタをパクるとこからスタートしてるので、あながち間違った異名ではないですね。とはいえアイオニックは世界初の独自新機能として精密地図のナビゲーションや歩行者検知機能付き自動緊急ブレーキ、スマートクルーズコントロールや車線逸脱防止支援システムなど豊富な機能をたくさん持っていました。メディアの反応も良好で、アイオニックはこのまま爆売れ間違いなしと思われたのですが、ここから坂道を転げ落ちるように物語は加速していきます。同年2016年。どうも韓国政府さん、私はヒュンダイで20年間エンジニアをしていました。こんちは。で、どうしたの？あいつらガチでヤバいっす。エンジンが凍ったり火がついたりする欠陥あったのに、このエンジン搭載した車が100万台以上売られてます。え、それマジでヤバくね？ちょっとヒュンダイ、はいはい、お前ら内部告発あったけどガチ？いや、そんなことはないっすけどね。あかん、罰金な。え？お前んとこと、キアで$8,100万、約8億円。ピエン。アイオニック発売の2016年にヒュンダイに20年間勤めた、チーフエンジニアがヒュンダイとキアの2社の、シータ2エンジンの欠陥を隠して販売し、リコール処置を行っていないことを内部告発しました。パクリに欠陥に色々と大変ですね。さらに問題はこれだけにとどまりませんでした。ヒュンダイのアイオニックのデザインはプリウスを意識したように見える。ハイブリッド機構はプリウスとは違うけど。アイオニックの正式発表後、日本の産経新聞や日経テクノロジーオンラインが、プリウスに酷似していることを指摘し始めます。さらに中国のポータルサイトジンリートーティアオではこんな記事が出ました。ヒュンダイの新型ハイブリッド車アイオニックは、トヨタのプリウスのもろパクリだ。韓国のネットユーザーからも厳しい意見が出ているし、自分たちで技術開発ができないならトヨタに追いつくどころか、差はますます広がるだろう。そしてこの記事に対しても中国のネットユーザーからこんな反応が起こりました。ヒュンダイはエンブレムからしてホンダのパクリだもんな。韓国車は外観と内装がいいんだけど、使い勝手が悪い。韓国車を買うんだったら中国車を買うな。
韓国車の全体的な品質は中国車より少しだけマシという程度、韓国車と中国車は同じようなもの、日本車とドイツ車は同じくらいすごい、米国車は燃費が悪い以外はまずまず。韓国はパクリとはいえ米国市場へ進出した。我が国のパクリはいつまで経っても国内市場止まり。車を作り始めて数十年の企業が世界中で売れるようになったんだ。我々にはパクる資格すらないよ。日本車を買うのは覚悟の問題、韓国車を買うのは機能の問題。ヒュンダイは日中韓の3カ国から悪く言われてちょっとかわいそう。技術を盗もうとしても欠陥品しか作れず、おいニック。まさかの中国がパクリ指摘をするという斬新な展開となりました。まあこれまでもソナタという車種でホンダのインスパイアに酷似していたり、高級セダンのグレンジャーがアコードやインフィニティに似てるなど、デザイン模倣に関してヒュンダイは世界中から批判を浴びていたので、この反応もわからなくはありません。しかしメディアの反応とは裏腹に、アイオニックは米国やヨーロッパでは低価格なハイブリッド車として人気を博し、特にヨーロッパでは累計13万台以上が販売されました。すでにプリウスなどの人気車種があるハイブリッド市場に新規参入した車としては成功を収めたと言っていいでしょう。しかし本当の地獄はこの先に待っていたのです。時は流れ2021年2月22日。この度アイオニックは完全電気自動車ブランドとして生まれ変わりました。その名もアイオニック5。お次は EV になったんですね。時代は電気、ハイブリッドはもうはこんなのだ。代わりに早くて草。他にもこなって車種も出してるし、これからは EV でブイブイ言わしていくのだ。ブイブイうるさいっすね。失礼、心の声が漏れてしまいました。たくさん売れるといいですね。爆売れ間違いなしなのだ。2020年に初代アイオニックの販売を終了し、2021年2月23日から完全電気自動車としてアイオニック5の発売を開始しました。これから EV の時代が来る。積んだもんは今度こそ爆売れで出世街道まっしぐらと思っていたのですが。積んださん、大変です。どうしたのだ。アイオニック5に搭載されているバッテリーで出荷事故が15件報告されました。は？しかも同じバッテリーがコナエレクトリックや EV 製のバスにも搭載されてます。いやこれはさすがにヤバいな。積んだくん、どういうこと？いやボス、僕にも何のことだか。今回ばかりはさすがにヤバすぎだ。人命に関わるしリコールするしかないね。わかりましたのだ。ヒュンダイの EV 車コナエレクトリックで15件の出荷事故が報告され、アイオニック5を含む8万2000台に対してリコールが発表されました。なおこのリコールはアイオニック5の発表からわずか3日後の出来事です。アキラさんもなかなか大変ですね。この度はリコールでご迷惑をおかけいたします。今回のリコールはバッテリー交換が必要なのでかなりコストがかかりそうですが、どのくらいの規模になりそうですか？ざっと約950億円なのだ。どうやら自動車史上最高額レベルらしい。なんとも不名誉な記録ですね。ちなみに数ヶ月前に粉の火災事故に対するリコールがありましたが、その時はわからなかったのでしょうか？なかなか痛いところをつきますね。わかりませんでした。つまり前回のリコールで原因をはっきり究明しないまま、アイオニック5の販売に踏み切った。そう解釈してよろしいですか？お姉さん仕事できる口だね。そこはノーコメントでお願いしますのだ。は？とにかく今回はすいませんでした。きちんとリコールさせていただきますので許してください。クソボケが。え？失礼、性格の悪さが溢れてしまいました。まあヒュンダイの主張はよくわかりました。時系列的に見るとバッテリー不具合の原因がはっきりしないままアイオニック5の発売を開始した、そう捉えるのが自然ですよね。この時点ですでに散々な状況なのですが、地獄はまだまだ終わりません。時は流れ2022年6月4日。やっぱアイオニック5いいな。 EV って静かだし最高。うわ、やっちまった。ぶつかったわ。その日、アイオニック5を運転していた韓国人男性は高速道路の新山地点で、ハンドル操作を誤り衝撃吸収台に衝突してしまったのです。そして、は？バッテリーから出火したんだが。やべえこれ外にも出れねえぞ。うわぁ。なんと衝突からわずか3秒程度で車両全体に炎が広がり、運転手と同乗者の2名が亡くなるという凄惨な事故が起きてしまいます。これは EV バッテリーの熱暴走によるものと推測されました。また事故から15分後に駆けつけた消防隊員の話では、現場に到着した時点ですでに車内まで火が広がっており、手の施しようがなかったそうです。しかも EV はバッテリーが鉄で覆われていることから、消火剤が浸透せずに鎮火に7時間以上かかりました。この事故は運転手の過失ももちろんありますが、そもそもバッテリーの出火リスクがある車に乗るのは怖すぎますね。さらに2023年9月、速報です。ヒュンダイ、またリコール発生です。今回は米国で337万台を回収して無償修理すると発表しました。責任者のズンダさん、何があったんですか？内部ブレーキの液漏れがありました。それによってショート、発火の恐れがございますのだ。対象の車両をお持ちの方は修理完了まで屋外の建物から離れた場所で、
注射をお願いしますのだ。マジ、リコールのオンパレードっすね。正直もうこの会社辞めたいのだ。心の声漏れすぎてて草。車のリコール自体はそう珍しいことではないですが、ヒュンダイに関してはしっかりスクという致命的な欠陥が多いのもまた事実です。ネット上ではヒュンダイは走る缶桶だ、という声も上がっています。やはり技術をパクって作り続ける韓国では独自開発は厳しいということですかね。世界ではその低価格を武器に販売台数を伸ばしているヒュンダイは、日本市場にも再チャレンジしていますが、2023年の上半期における日本の販売台数はわずか162台。まだ日本国内では韓国車を買う人は少ないのが救いですね。今後も日本のユーザーにはデザインや価格に騙されることなく、正しい目を持って判断してほしいと思います。皆さんはどう感じましたか？ぜひコメント欄で聞かせてください。やいやい日本さん、どうしていつもそんなに高いんすか？そうだそうだ、予算高いしデザインもいまいちだよな。品質と安全性が第一です。これは妥当なコストですよ。スタジアム建設に140億円とか、日本はぼったくりなのだ。は？日本なんかより韓国にお任せを。ほう。デザインと機能性はアジア最新式。さらにコストは日本の半額でいけます。素晴らしい。コスパ最強なのだ。よし、スタジアム建設は韓国に任せる。やったー。日本ももっと韓国を見習えよな。後悔しないでくださいね。数年後、スルタン、最高のスタジアムが完成しましたよ。おお、これは未来永劫マレーシアの誇りとなるだろう。観光名所としても大活躍すること間違いなしっすね。あの、完成してたった1年で屋根が崩落したんすけど。え？どうなってんだ、積んだもん。直ちに修理させます。ほらお前らさっさと修理しよう。へえ。うわぁ、二度目の崩落だー。助けてくれー。何このスタジアム、手のつけようがないのだ。マレーシアがスタジアム建設という一大プロジェクトを任せたのは、なんと韓国の無名中小建設会社でした。その決め手はデザイン性とコスパの良さ。彼らは日本企業の半額の予算でスタジアム建設が可能と豪語したのです。その結果、何が起こったのか、積んだもんと一緒に見ていきましょう。話は2000年代初頭に遡ります。わしはマレーシアのトレンガヌ州を統治するスルタン、ミザンザイナルアリディン、偉いのである。別件、おっとそうだ、ズンダモン、ズンダモン。は、進化のズンダモンっす。何かご用っすか？我が州にあるスタジアムの老朽化が激しいのは知ってるか？もちろんっす。1967年にできたスタジアムっすからね。さすがにガタが来てもおかしくないっす。そこでお前に新スタジアムの建設を命じる。しっかりやれよ。丘の下。といったものの、我が国にはスタジアムを一から建設できる技術力を持った建設会社はない。さてどうするか。ここはいっそ各国の建設企業を集めてコンペでもやってみたらどうですか？それは明暗だ。それで行くか。マレーシアのトレンガヌ州にあったスタジアムは老朽化が著しかったため、時のスルタンが新スタジアム建設の命を下しました。その命を受けてトレンガヌ州政府は建設会社を選ぶコンペを開催します。というわけで、トレンガヌ州クアラネルスに新スタジアムを建設してくれる企業のコンペを開始するのだ。我こそはと思う企業は名乗りを上げてくれ。はい、はい。日本か。うちなら信頼と実績の匠の技術で最高のスタジアムを建設してみせますよ。日本の技術力には定評があるからな。安心して任せられるのだ。ちな予算は140億円は欲しいですね。高い。やはり良いものを作るならそのぐらいは必要かと。そりゃそうなんだけど、ちょっと他の企業もチェックしとくか。はい、はい。韓国か、お前のとこは何が売りなんだ？うちに任せてくれれば、日本企業の半額の70億円で受けたまわりますよ。なの、半額？なんでそんなに安いんだ？うちには門外不出の建築技術があります。そのおかげで建設費用をぐっと抑えられるんですよ。日本の半額の予算か、これは魅力的だな。ちょっと、積んだもんさん。どうした？あの韓国企業めっちゃ怪しいっすよ。え？どこが？列車、でしたっけ？あんな名前の建設会社聞いたことないっすよ。せめてサムスンやヒュンダイみたいな、メジャーな建設会社ならまだしも、シンガポールに本社を置く怪しい韓国人が経営する、中小建設会社っすよ。あんな会社に任せたらきっと大変なことに。まあまあそういうなって、政府が出せる金にだって限りがあるんだ。門外不出の特殊技術があるっていうことだし。ここは一つ S 社に任せてみようじゃないか。正気すか？その門外不出の特殊技術ってのも怪しいっすけど。大丈夫大丈夫。
ここは一つ僕に任せてくれ。不安だ。というわけで新スタジアムの建設は君たちに任せることにしたのだ。さすが、お目が高い。ワー政府が出す予算は70億円。これで最高のスタジアムを建設してくれ。お任せください。アジアを代表するスタジアムを建設してみせましょう。コンペを経てトレンガヌ州政府は韓国の S 社に新スタジアムの建設を任せることにしました。しかしこの S 社は有名な韓国企業というわけでもなく、シンガポールに本社がある無名の中小建設会社でした。そんな怪しい会社に一大プロジェクトを任せてしまった理由、それは破格の予算に他なりませんでした。 S 社の予算が他社と比較して圧倒的に安かったのです。一方コンペに敗れてしまった日本企業はというと、マレーシアのコンペに負けちゃった。頑丈なスタジアムを作るには絶対あの予算は必要なのに、あの予算の半額でなんて建設できるわけないだろ。大丈夫か、あのプロジェクト。落ち込んでるところ悪いね。あなたは？フランスのアジェンシ市長です。和菓子のラグビースタジアムであるスタッドアルフレッドアルマンディの大規模改修計画はあなたの案で進めることにしました。え、本当ですか？本当です。あなたの案は観客に対するホスピタリティが感じられました。ぜひともあなた方にお願いしたい。おお、捨てる神あれば拾う神ありとはまさにこのこと。喜んで受けたまわりますとも。フランスのアジェンシにあるラグビースタジアムスタッドアルフレッドアルマンディは2021年に開場100周年を迎える歴史あるスタジアムでしたが、その大規模改修計画に日本企業のデザイン案が選ばれたのです。選ばれた決め手は日本のおもてなしの考え方がスタジアムを人々の社交場として捉えるフランス文化にうまく合致したことでした。一方韓国企業とプロジェクトを進めるズンダモンは、どうもトレンガヌ州政府のズンダです。これから新スタジアムを建設することにしました。なんでわざわざ新スタジアムを建設するんすか？確かトレンガヌ州にはもうスタジアムがありますよね。あのスタジアムは1967年にできたもの。完成してすでに30年近く経って老朽化しています。だからこそ新スタジアムが必要なのです。建設会社の S 社は全く無名の韓国企業だとか。彼らは無名かもしれませんが特殊技術があります。それに政府はかけることにしたのです。本当は予算の安さに目がくらんだだけでしょ。はぁ、失礼、心の声が漏れてしまいました。ところで新スタジアムの名称は決まってるんすか？もちろんです。新スタジアムの名はゲンスルタンの名にちなんでスルタンミザンザイナルアビギンスタジアムです。フルネームどころかスルタンまで入れるなんて草。完成した暁にはマレーシアの大規模スポーツイベントガンガン開催していくから楽しみにしていてほしいのだ。まあトレンガヌ州政府の方針はよくわかりました。スルタンミザンザイナルアビディンスタジアムは2005年から建設が開始されることとなります。完成したら5万人が収容可能なマレーシア半島東海岸地域で最大のスタジアムとなる予定でした。そして建設が順調に進んでいるのか視察に来たのだ。おお、これはこれはズンダモンさん、ようこそおいでくださいました。うむ、苦しゅうない、建設現場を案内してくれるか？はい、喜んで。ところで S 社が所有する門外不出の特殊技術ってどんなものなんだ？それが気になって視察にやってきたんだが。やはり気になっちゃいましたか。仕方ない、ズンダモンさんには特別にお見せしましょう。その技術がこちらです。おい、これ屋根が柱で支えられていないけど大丈夫なのか？ご安心ください。我が社の特殊技術を利用すれば屋根を支える邪魔くさい柱など不要なのです。お、それはすごいな。柱がないので従来のスタジアムより開放感があるでしょう。選手にとっても観客にとっても喜ばしいことだと思いますよ。これは完成したら間違いなく話題になるな。完成が楽しみなのだ。いつ頃完成しそうなのかわかるか？そうですね、順調に建築が進めばおそらく2008年には完成して開場できると思いますよ。あと2年か、楽しみだな。それまでよろしく頼むぞ。お任せください。新スタジアムはなんとアジアで初めて屋根部分が柱で支えられていないスタジアムでした。なぜ無名の中小建設会社がアジア初の試みに挑むことに対してトレンガヌ州政府がゴーサインを出したのか謎ですよね。この時点ですでにヤバそうな匂いを感じ取れると思います。しかしそんな我々の不安をよそに工事は着々と進みました。そして次のニュースです。トレンガヌ州で建設が進められていた新スタジアムスルタンミザンザイナルアビディンスタジアムが完成しました。このスタジアムでは第12回スクマゲームズの開催が決定しており、大勢の観客が押し寄せることが予想されます。新スタジアムは2008年5月10日に開場しました。このスタジアムで最初に開催されたのが第12回スクマゲームズ。スクマゲームズとはマレーシアの13の州と3つの連邦直轄領からアスリートが集結する各年開催の全国的な競技大会です。ズンダモン、ついにやったぞ。我が名を冠したスルタンミザンザイナルアビディンスタジアムが完成&第12回スクマゲームズが満員御礼の大盛況だ。
よっしゃー、やっぱ韓国に頼んだ僕の判断は間違ってなかったのだ。この新スタジアムは今後トレンガム州の観光スポットとして脚光を浴びること間違いないな。よくやったぞズンダモン。いえいえ、スルタンのためなら何のそのっす。このスタジアムはトレンガム FC の本拠地になることも決定した。今後も試合のたびに多くの人々がここに足を運ぶだろう。もちろんっす。2008年5月10日、約3年の建設期間を経て待望の新スタジアムが開場しました。これからはトレンガム州の新名所として大勢の観光客で賑わって、めでたしめでたし、ズンダモンはプロジェクトの成功を喜びます。そういや、日本はフランスでスタジアムの改修をしてるらしいけど、状況はどうなんかな。あ、それについては、あの改修工事なんですけど、予算を大幅に超えそうなんで追加費用を出してもらえませんかね。は、何言ってるんですか。最初に合意した予算内で工事を完了してくださいよ。いや、そう言われても資材の高騰とか色々ありまして。ダメです、契約書の内容に従ってください。いや、でもそれだと工事が終わらないんですが。ダメなものはダメです。どうしようって感じらしいっす。ざまあすぎて草も生えんな。アジェンシのスタジアムの改修工事を請け負った日本企業はというと、資材高騰や工事遅延による予算超過、契約内容の解釈違いなどで、アジェンシ側と対立し、想像以上に作業が難航していました。やはり日本より韓国の方が優れていたのか。そう思ったのもつかの間。ここから事態は急展開を見せ始めるのです。大井大郎チームの試合が近づいてきたから、急ピッチで準備進めと、押す。あれ、先輩、この音なんすか。なんだ、このジェットエンジンみたいな轟音は。おい、大丈夫か。なんとか。それにしても一体何が。先輩、スタジアムの屋根が。なんてことだ。速報です。昨年完成したスルタン・ミザン・ザイナル・アビディンスタジアムの屋根部分の 60% が崩落しました。当時約19人の労働者がスタジアムの清掃などをしていましたが、幸い怪我人は出ませんでした。この事故による被害総額は約7億円に上ると言われています。2009年6月2日午前9時ごろ、新スタジアムの東ウィングの屋根が突然崩落しました。翌日には教育機関によるスポーツイベントが開催される予定でした。崩落が1日ずれていたら大惨事を招いていたかもしれません。その意味で怪我人がゼロだったのは不幸中の幸いと言えます。とはいえ、おい、ズンダモン、どうなっとるんだ。崩落事故の全容を報告しろ。はい。屋根の崩落の主な原因は設計上の欠陥と脆弱な資材にあったと見られてます。つまり S 社が手抜き工事をしたということか。そういうことっすね。怪我人が出なかったから良かったものの、現時点で分かってるだけでも被害総額が約7億円だぞ。この落とし前、お前どうつけるつもりなんだ。直ちに S 社に補修工事をさせるっす。その費用はどうするんだ。もちろん S 社に出させます。2年間の保証期間内なので当然です。次こそしっかりとできるんだろうな。お任せください。必ずや、必ずや。はあ、参っちゃったな。あ、そうだ、 S 社に連絡を取ってくれ。この落とし前はきっちりつけさせるのだ。そのことについてなんですが、大変なことが分かったっす。今度は何なのだ。あの会社、国土交通省に海外工事事業の申告をせずに新スタジアムの建設を行っていたことが発覚したっす。めちゃめちゃ違法じゃん。はあ、僕は安さに目がくらんで、そんな違法企業に仕事を発注してしまったのか。しかもっすよ、まだあんの。通常の保証期間は2年間なんですが、 S 社との契約書をチェックしたところ、保証期間が1年間に短縮されてるっすね。それってもしかして、保証期間はとっくに切れてるっす。なーに、いい、 S 社めー。さらに極めつけが、あいつらとっくに倒産してるっす。え、計画倒産なのか何なのかはよくわからないっすけど、もうこの世に S 社は存在しないことになってるっす。じゃあこれからどうすればいいんだ。崩落事故後、トレンガム州政府が仕事を発注した S 社は、国土交通省に海外建設事業の届出提出を怠っていた違法企業であることが発覚しました。さらに保証期間の有効期限が切れており、州政府による損害賠償請求は絶望視されることとなります。いやはや、とんでもない企業に一大プロジェクトを任せてしまったものです。そうだ、いいことを思いつきましたよ。補修工事は日本企業に任せてみたらどうですか。彼らならこんな悲惨な事故は起こさないはず。そうだな、早速連絡を取ってみるか。もしもし。はいはい。トレンガム州政府のズンダモンなのだ。あなたでしたか。ご用件は。韓国企業に任せた新スタジアムが崩壊したのだらしいですね。そこでお願いがあるんだが、
補修工事をやってくれないか？いやいや、それは都合が良すぎません。あの時散々バカにしてくれましたよね。あの時のことは悪かったのだ。謝るから。まあ謝ってもらってもどうにもできないんですけどね。え？なんで？ご存知の通り、今はフランスのアジャン市のスタジアムの改修工事を行ってる最中なんで。フランス側から無理難題を突きつけられて困ってるんだろう。それならいっそこっちで改修工事をしないか。あいにくですが、その時期はとっくに過ぎて、今はスムーズに改修工事を行っているおかげで手いっぱいなんです。そんな。じゃあそちらも改修工事頑張ってください。ズンダモンさん、どうでした？剣もホロロに断られたのだ。まあ自業自得ってやつっすよね。じゃあ地元企業も含めて請負業者を募りましょう。そうするか。どうせ費用も政府持ちだろう。S社がこの世に存在しない今、損害賠償を請求する相手がいないんで当然そうなりますね。またスルタンにどやされる。その後余曲折を経て2012年後半に新スタジアムの再建工事が開始されることが決定しました。これでようやく一安心と思いきや、2011年にとんでもない横やりが入ることになります。俺は政治家のアフマドサイド、積んだもんちゃんさ。倒壊した新スタジアムの再建工事を来年始めるそうじゃん。そうっすけど、どうしました？屋根のデザインをさ、変更してほしいんだよね。え？だって構造の大部分が損壊してるんだから、新たな設計が必要でしょ。そりゃまあそうっすけど。俺さ、ブキッドジェリュー国立競技場のデザインが好きなわけ。は？それで今度の屋根はブキッドジェリューと同じデザインにしてよ。このタイミングで設計変更すか？まだ再建工事は始まってないんだから、設計変更なんて簡単にできるっしょ。ね、これ決定事項だから引くよろ。アフマド氏の提案により、新スタジアムの屋根のデザインがブキッドジャリル国立競技場と同じものになることが決定したのです。確かに以前の設計のままとはいきませんが、屋根だけ別の競技場と同じものを持ってくるというのも無理筋な気がしますよね。その結果どうなったかというと、もうそろお昼時か。おい、そろそろ休憩しようぜ。あ、俺はもう少し作業してから休憩入るわ。おう、ほどほどにしとけよ。まったくあいつは真面目だな。なんだこの音。に、逃げろ逃げろ。おい、みんな大丈夫か？俺は軽い怪我で済んだけど、瓦礫の下敷きになった奴が何人かいるぞ。くそ、なんとかしないと。みんな手を貸してくれ。2013年2月20日午前11時0分頃、再建中の新スタジアムの屋根を支える鉄鋼構造物が倒壊。当時古い屋根構造の解体作業をしていた作業員5名が瓦礫の下敷きになり負傷するという事故が発生したのです。おい、ズンダモン、また新スタジアムの建設中に屋根が崩落したらしいな。おっしゃる通りで。お前これからどうするつもりだ？屋根は一体いつになったら完成するんだ？その件についてご相談が。相談だと？なんだ、言ってみろ。もういっそのことあのスタジアムに屋根をつけるのはやめようかと。あ、逆に。2009年、2013年と2度にわたる屋根の崩落に見舞われた新スタジアムは、屋根なしのまま運営されることが決まりました。これならもう二度と屋根の崩落が起こる心配はありませんね。そして、はぁ、スルタンには怒られるわ。結局スタジアムは屋根なしになっちゃうわで、踏んだり蹴ったりなのだ。こうなったら僕の依頼を断った日本企業がフランスで失敗してる姿を見て笑うことぐらいしか喜びを見出せないのだ。なんか道が混み始めたな。なんだこれは。おや、積んだもんさんじゃないですか。どうしてフランスへ？いや、あの、どうですか？このスタジアム、アジャン氏と協議を重ねた結果、こんなに素晴らしいスタジアムを建設することができました。すごい盛り上がりだな。今日は世界大会の試合かなんかか？いえ、今日は何もありませんよ。え、何もないのにこんなに混んでるのか？そうなんです。なんで？バックスタンドの通り抜けスペースを日常的に開放しているんです。だから日常的に人が自由に行き来できるんで、試合がなくても街の社交場としてにぎわってるんですよ。試合がある日はこれの日じゃないぐらい混雑してますよ。これがクライアントの要求にきっちり応えた成果か。全てにおいて敗北したのだ。マレーシアが韓国企業の格安建築の後遺症に苦しむ裏で、フランスは日本企業とがっちり手を組み、最高のスタジアムを完成させていたのです。この件についてネット上ではこんな反応が見られました。安物買いの銭を失い、マレーシアにはこんな言葉はないんだろうな。橋は崩壊させるし、建設中のダムは決壊、高層階のビルは傾く、とうとう日本に口で格安コンペしまくったつけやね。手抜き工事ではありません。ちゃんとした工事ができないだけです。あんだけ実績のある国なのに未だに依頼しているところがあるとは。安いには理由がある。
これに限る。日本には、安かろう悪かろうという言葉がありますからね。国際問題に発展してもおかしくないのになんで手抜き工事できるんやろな。ありえないぐらい安いものほど恐ろしいものはないよ。どんどん建築してもらって世界中に集体を晒せば、そのうち依頼がなくなるのでは？それでも口車に乗る国があるとすれば情報収集する気がない自己責任だ。大枚叩いて廃墟を注文するマレーシアがすごすぎる。建築費の安さに目がくらんで手抜き工事に定評のある韓国の、それも無名の中小企業に新スタジアムの建設を任せたマレーシアは、この件で、安物買いの銭を失いという言葉を学んだのではないでしょうか。あなたはどう感じましたか？ぜひコメント欄で聞かせてください。最後まで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録よろしくなのだ。